安倍さんと呼んでたかな。初めて会ったのがどこだったかも忘れちゃったけど、武田健一のうちで正月だったか集まった時に、24時間365日ライブをやるべきだと言ったかな。きっと遠いの後だ。学習団の総括の集まりだったのかもしれない。当時の僕はそんなのは革命的ロマンで、兵士にも生活があるのだなどと言って、一生に伏すでもなく晴海あたりの倉庫がいいですかねなどと言った。安倍さんのサックスを吹くパッションはロマンを超えていたが、あの会話はいただけない、そう思っています。1970年、私が上京してきた時、東京はすでにアホ面を晒して眠っていた。どの町もどの店もどの路上も眠っていた。田舎者の私は戦いは終わったのだと思ったが、最初から戦いなどなかったのに違いない。そんなある日、池袋のジャズベッドで阿部薫のアルトサックスを聴いた。唯一の衝撃だった。フリージャズを知らなかったわけではない。佐世保で一通りの洗礼は受けていた。阿部薫の天才には何が詰まっていたのだろう。あの分厚い胸には確かに何かが詰まっていて、それを吐き出さずにはいられないというように彼は吹いていた。夏69年、玄関、忽然と道場破り一匹、サックスを吹き始めた。寡黙、暴力的かつ魔的で、 SF のアルフレッド・ベスターを上回る破滅を秘めた過剰色情を、彼独特の軍事論によって延々2時間も演奏した挙句、傲慢にも我々に降伏し速やかにひざまずけと宣告した。我々も森山以下全員総出で迎え撃ち、賽銭箱は宙に舞った。 GNP は無視され、空対空ミサイル軍が惜しげもなく飛び交い、太陽系全域は急速にモルグ化し、無敵を誇った我々もついにそのダメージのひどさを鑑み、他の銀河系に落ち延びなければならなかった。それ以来、屈辱的で不公平な奴との遭遇戦を十数回は持ったろう。彼は心の仕業としての音楽には何の興味もなかった。心を突き抜け、人の住まない無音の真空世界へ我が身サックスを持って突入することだけが己の生の役目であることを了解していた。彼はひたすら孤独に失踪した。いつか山下洋介と話した時、70年代当時阿部薫があそこまでやっていたから自分たちも思う存分できたのだと言っていた。その通りなのだと思う。オーバーハングパーティーをそれだけ聞けば、聞くに耐えないという人が多いだろう。死にかけた人間が虫の息でハーモニカやサキソフォンを吹いているようなものだ。だがそれがジャズになる。命がけなのだ。Mm-hmm.
ばんは。こんばんは。さて、今夜のプレステージは異形の天才シリーズパート1、阿部薫とその時代をテーマにお届けしたいと思います。レホです。今夜はですね、水曜プレステージの1年の締めくくりにふさわしい素敵なゲストの方々もお招きしました。私もとっても楽しみにしています。平野陽子です。ジャズと言いますと、タートルセーターの似合う大人の男性と、タバコの煙というイメージが私はあるんですけれども、70年代のように見えますでしょうか。ジャズスポットの中で、夜を徹して楽しんでいきたいと思います。田中彩子です。さあ、今夜はですね、音楽ファンの方にとってはたまらないというね、素敵なお話をお持ちの方ばかりゲストにお招きしております。皆さん、まあ、阿部薫さんというのは胸の中にいつまでも刻まれているんではないかと思いますが、ご紹介した後、お一人ずつ阿部さんとの出会いについてどういった出会いだったのか一言教えていただきたいと思います。それでは早速ご紹介しましょう。まずはじめに音楽評論家の相倉久人さんです。こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。相倉さんは多分この中にいる人間では一番古い知り合いだろうと思うんですよね。で、1966年か7年ぐらいに会ってますからね。ただ本当に知ってるかって言われるとこれ困るんでね、後で詳しくご説明申し上げますが、非常にやっぱり特殊な立場にあったと思います。やっぱりそういう意味で思い出に残る人ですね。その思い出の意味をね、後ほど詳しくお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。続きましては阿部薫さんの最も親しいご友人でいらっしゃいました演出家の芥田雅彦さんです。こんばんは。こんばんは。芥田さん、黒いタートルでお越しいらっしゃいますけれどもマフラーの黒いタートルの芥田さんは、69年の初夏、当時大学はみんなバリケードになってて、授業がないから、まあ、ちょっと変わった授業をやろうやっていうんで、三島由紀夫を呼んで、三島由紀夫 VS 東大全教頭なんていうイベントをやった後あたりだったかな。新宿のジャズ喫茶でね、真っ昼間、当時出たばかりのレコード買って入ってって、これかけろなんつってかけさせてたら、なんか綺麗な少年がよく見たら彫刻家思想の本かなんかを広げて、こういう感じで読んでて、あんまり生意気だから足をバーンとそいつの前に出してこんな聞いてたら、4、5分は我慢してたんだけども、突然君ズージャーやってんのなんて、ズージャー、まあ、当時業界さんみんなひっくり返すから、ジャズをズージャーなんて言うんだけど、でまあな、テナー吹いてるなんて嘘ついて、まあ、声がだいたいテナーからバリトンだったから、それがきっかけでね、その日だから朝までジャズ喫茶を4、5軒回って、で俺ん家へ来て、それから2、3日泊まってたような気がするな。あったその日からですか。すごい。それで俺は天体音楽やりたいんだとか、つって時々バカにしたら、突然ジャズ喫茶の電球を抜いてバチーンつってつってこう突きつけたりね、こっちも尺だからそれ取ってガリガリ噛んで食べたら、随分と過激な出会いだったんですそうです、まあ、そんな感じで、それからずっとですね、まあ、特に最初の 4、5 年はなんか年中一緒にいたような気がします。もちろん一緒に即興でいろんなイベントはやったりしましたけど、スパークしてましたね。音とはまた違う生活に密接したお話ね、伺えるんではないかと思います。よろしくお願いします。続きましてはジャズ評論家の平岡生命さんです。平岡正樹さんです、はい、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。申し訳ありません。僕は阿部薫を聞いたのは今朝の4時が初めてです。平岡さんにしてこれはまたホットな、信じられない、どうしたんですか。いや、理由考えてみたけど、すれ違ってはいるんですが、とにかく初めてです。初めて聞かれた時の印象はいかがでした。透明感があっていい奏者だなっていう、今初めて彼の顔も初めて知りました。まあ、でもテレビをご覧の皆様、まあ、私も含めて阿部さんという方、知らない方いるんではないかと思います。今日お話、番組進むにつれて阿部さんの、ね、姿が分かってきた時のお話、伺いたいと思います。続きましてはミュージシャンの三上寛さんです。こんばんは。よろしくお願いします。僕はですね、たまたま僕がデビューした渋谷に昔ステーション70というライブハウスがありまして、そこで彼とよく一緒になって、まあ、共演はしなかったんですけどね、なんか変なやつだなって感じでしたね。でそれからも、まあ、飲み屋で一緒になったりするんだけど、一言もだから阿部さんの肉声っていうの聞いたことないんですよね。態度黙ってる人でしたよ、僕にはっていうか、僕の知ってる阿部さんはね。ただあっという、なんかこう阿部薫ってポッと出てきてね、
でなんかみんなにこう興味いく前になんか最後聞きに行こうかってとこにもういなくなっちゃったって感じですね。僕駆け抜けていったみたいな、うん、駆け抜けていったっていうかなんか本当に、うん、後始末していかなかったっていうか、そういうのって一番悔しいっていうかなんかちょっと残ってるっていうね。悔しいですね。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、今夜はゲストまた同時に進行役もお願いしたいと思います。作家の五木ひろゆきさんです。こんばんは。こんばんは。以前にもね、飯星恵子さんがラストの時にお世話になりましたけど、今日もよろしくお願いします。よろしく。五木先生はまた安倍さんとの出会いというのは、ええ、僕は鈴木泉という女性の作家を通じて その出会いなんですけど、まあ、そのことをお話しする前にね、どういうわけでテレビで今、うん、安倍カルをやるのかっていうところでね、はい、一言だけね、安倍カルをテレビでいろいろ話すっていうことはこれ不可能なんです、はっきり言えばね、うん、それからやっぱり音楽っていうものをね、ここでみんなでガヤガヤ論ずるっていうことも実際には非常に無意味なことなんです。それからやはりそのテレビという大きなメディアの中で安倍カルのようなその人物をその取り上げてやったところで見る人ってのは本当に僕は限られてるだろうと思う。だからテレビで実際考えられない3つのことをね、役に立たずね、意味がなくね、絶対不可能でありね、かつ一人も取れないだろうということをやってみたいっていうのが今日の一つのきっかけなんです。ですから、まあ自分のことはお話しますけれども、今日はかなり乱暴な番組になるかもしれないけど、よろしく。はい、検査シリーズ第1回ですね。今後でも今五木先生がおっしゃられた3つプレステージのコンセプトかと思ってどっかにしてしまいましたけれどもね最後までよろしくお願いいたします。さあ、今日は異業の天才安倍カオルの魅力たっぷりお届けしたいと思います。どうぞ朝までお付き合いください。ここでコマーショーです。この放送は三菱電機の提供でお送りします。今夜のプレステージは異形の天才シリーズパート1、安倍カオルとその時代をテーマにお届けしたいと思いますが、ここでもう二方ゲストの方をご紹介いたしましょう。ミュージシャンのパンタさんです。どうもこんばんは。いやーもうね、僕はね、はい、ジャズのジャの字もわからないもんでね。いやロック一筋で来たでしょ。そうですよね、うん、だからさ、身内でやってるやつもいるし、まあ仲間にもいっぱいいるんだけれども、うん、まあ、ほとんどジャズに接したこともないし、うん、ほとんどこれはプロデューサーのミスキャストじゃないかっていう、大変心強い一言をいただきましたが、うん、はっきり言ってその、まあ、これは失礼な言い方なんですけども、その安倍カオルさんのことは、うん、ほとんど知らないで、今日はもういろいろ話を聞かせていただこう、うん、まあ、最初に音を聞いてね、あ、こういう人なんだ、で写真を見て、あ、清志郎によく似てるなとか、ね、あ、そうだ、ね、私も写真見てどなたかに似てらっしゃるなと思って、うん、さっきずっと考えて、私、うん、ほら音楽音痴だから誰なんだろう、うん、誰なんだ、いつぐらいの時なのかなと思ってたんだけどね、その彼がね、この写真がね、そうですね、あとでは確認してみたいと思います、うんうんうん、そうですね、はい、そしてもう一方お呼びしてございます。ミュージシャンで作家の山川圭一さんです。こんばんは。こんばんは。で僕もね知らないんだけど、ええ、うん、ただ名前は知ってた。結構さ、俺の周りの物書きたちが、うん、結構文学シーンの人たちが、うん、名前を挙げてたような気がするな、うん、で随分昔にカセットテープに、録音したやつを聞かせてもらって、うん、でもそのまま通り過ぎちゃったみたいな、うん、で僕もパンタと同じでロックの方だから、だから大昔にね、うん、でもそれも一回その友達が持ってきてくれたカセットテープを聞いただけっていう、うん、でまあ、あ、そうか、こういう人がいるんだなっていう、うん、さっきちょっと曲がね VTR と曲流しましたけども、うん、どういう印象を正直にお持ちになりました？すごくやっぱりアグレッシブだなっていう感じが しますけどね。なんか私はほらよくアルトサックスとかあまり聞かないからわかんないんですけど、随分と繊細な感じはしたんですけれどもね、うん、でもミュージシャンのね天才ということでね、今日は安倍カオルさん取り上げたんですけども、ミュージシャンの天才ってどういう感じなんでしょうかね。いや、ノイさっき、俺パンタですとか言わないでくださいよ。いや、俺は天才なんだけど、いや違うんだけど、まあ、ウッディア東次郎とかね、まあ、いろいろ例えばジェームス・ディーンとかいろいろいるけれども、うん、これは本当に危険な言い方かもしれないけど、うん、亡くなってしまったから天才なのか、それとも天才だから早く亡くなるのかとかね、まあ、いろいろ言い方あるよね。だからその辺ちょっと今日いろいろお話をね伺ってですね、ちょっと自分で確認してみたいなと思ってます、うん、すごいそれは鋭いかもしれませんね、うん、これでも聞くとさ、うん、性に向かってるエネルギーだっていうふうにはあんま感じないよね、うん、
どっちかっていうと、だからずっと、要するに破滅型の音楽だろうなっていう感じはしない、すごいする。ただ、私は60年代って割とそういうイメージなのかな。60年ってやっぱり学生運動が盛んで、それで文教棟とかね、文教連とかがで、割と音楽もそういう思考だったのかなって。まあなんかね、ジャズ喫茶とか行くとさ、すごいこう閉鎖的なわけよね。だいたい壁が黒だったよね。ブラック犬であって、宣言予定して、あそこにそういうことが。あ、行かれてました、それでほとんど行かなかったんだから。あ、行かれた。そういうとこへ行くと、僕らのジェネレーションってのはちょうどそのジャズのやってる店行くか、そうじゃなくてロックのコンサートに行くかって結構狭間の時だったから、でジャズ喫茶はだからなんか閉じ込められてるような気がして、あんまり行かなかったんだな。はっきり言ってね、普通の4ビート聞いてると寝ちゃうんだよね。俺もそうなんだよ。それでね、いや、これジャズの方に本当に失礼なんですけども、やっぱり聞くよりもやる方が楽しいんじゃないかなと思う。それはジャズはプレイヤーだからだと思うな、私はもう全然ほら、見ただけでこの弦は何なんだろうっていうタイプだから、聞いてる方が逆に現場で聞いてると鼓動が感じられるでしょ、演奏してる人の、あの現場が好きなの、あのノリが、だから聴いてるのも結構、テープで聴くのと全然違いますけどもね、ライブだからこういうふうに聴いてるとさ、この音楽を聴いてると彼の場合さ、音楽を聴いてるっていうより、なんか彼のさ、本当に観念的なものをね、音楽を言葉で語るほど虚しいものはないんだけれども、なんかそのメッセージとかそういうもんじゃなくて、なんて言ったらいいかな、昔の言葉で言えば怨念か、なんかそれみたいなものをバーンとぶつけられているような感じするよね。阿部薫さんのね、そのもう音楽だけじゃなくて、その生き様みたいなものを見るとね、ボイスビアンって作家いるじゃん。ボイスビアンってさ、フランスの作家なんだけどさ、鷹に唾をかけろっていうのあるじゃない。鷹に唾をかけろって映画昔あったよね。あれの原作者なんだけど、で小説を書きながらさ、サックス吹いてたって言うわけ、で心臓病を持っててね、医者にそのこれ以上サックスを吹き続けると死ぬぞって言われながら吹き続けて死んだっていうさ、人がいるんだけど、なんかそう、このボイスビアンのこと思い出してるな。でもそれはもしかしたらリンクしてるところあるのかもしれませんね。今日はこのお二人に歯に衣着せぬ感想を、交えて番組に参加していただきたいと思います、それではここでコマーシャルです。僕は後でですね、もう嫌ってほど喋らせてもらうからさっき相倉さんがおっしゃってた阿部薫との奇妙な関係っていうあたりの話を、少しどういうふうにその奇妙な関係だったのかっていうあたりをちょっと喋ってくれませんか。ちょうど僕がちょうど10年ぐらい若い山下洋輔たちと組んで、なんていうんですかね、当時で言えばアングラですね、アングラみたいなところでジャズを始めたっていう時の、その潜在的な意図はですね、実はその別にアンダーグラウンドでどうこうやろうっていうようなことではなくって、むしろ逆にそのジャズをやりながら食えるかっていうことが、すごい大きなテーマだったんですよ。だからもちろん、いわゆる今でいうメジャー路線の、王道ではないですけれどもね、とにかくジャズを、好きなジャズをやりながら食えるかと、そのための場をどうやって作るかということでやってたわけですよね。それが大体、60年代目いっぱいやってきて、それで、なんとかその新宿のピットインだとか、あるいは
都内にいくつかあるそういうところを足がかりにしてですね、出来かかったという、そういうところに安倍薫が後から出てきたんですよ。だから当然僕としてはそのドラマのシチュエーションとしても要するに彼らに打倒される立場にあると、だからもう あらかじめ役柄としてもやっぱり敵対的なところにいなきゃいけないという意識がありましてね、でちょうどたまたま新宿のピットリの上に今さっき映像が流れてたのそうですけどね、ニュージャズホールっていうのがあって、でそこで彼らはやってたんでしょ、だから非常にこう頻繁に顔も合わせるし、まあ、何度か口も聞いたことある、それからさっきも山下が言ってましたけど、山下洋介のグループに乱入してきて一緒に共演したのも見てますしね、そうですよね、見たって言うてでもそのあえて要するに友達付き合いはすまいという、うん、そういうなんか役柄意識があったんで、多少世代的にこうその対抗する部分があったんですね。そうですね、だからむしろその一応なんていうんですかね、その立場を作ってしまった、僕らって言い方おかしいけど、山下たちと、それからその後からそれを追っかけて、それを食い荒らしながら出てくる安倍君たちの世代との、まあ、ある種の戦いみたいなものを考えてたんですね、だからあえてこちら側から近づこうっていうことはもう近づくどころかそういうのはおこがましいっていう気持ちがすごいあったんですよね、それだから僕と芥川雅彦との関係もそうかもしれないけれどそれほどもあれではないか、あれだね、学園祭でかなり遭遇戦を演じてたみたいでねもう少しはね、でもまあ役柄意識かもしれないですよね、本気でというよりはね、それはどうですか。だから、まあ、だから役柄が行くと長男クラスと、まあ、僕ら次男クラスっていう感じで、なんだかな、最初の例の江田さつきさんなんかが国会議事堂を取り巻いた頃の運動と、まあ、それを見てて僕らが高校時代に俺たちはあんなインパなことできねえとかね、まあ、そう言いながら、そうするとあったら少しやっつけようといういや帰りに夕焼け小焼け合唱して帰っちゃうようなんじゃどこに隠れて、どこに愛があるんだ、どこに生活があるんだなんて言ってたのが僕らで、ああいう夕焼け小焼けは許さないようにしようというのは最初からあったね、もちろん安倍薫もそうだけど、で特に安倍薫なんか大体10代で一問いのジャズはもうくぐっちゃってたから、始まりがドルフィーかなんかから入ってるからね、もうあとは残った天才たち、クリフォード・ブラウンとか、まあ、最初の構図進行を作ったチャーリー・クリスチャンギターのね、まあ、18歳の文句なんかが脇でちょびっとやってるけれども、あとはバッド・パウエル、であとこっち来て本当の悲しい表現を表現するには構図進行じゃちょっと無理だっていうことになって、まあ、これ二通りあるんですけども、コルトレンスタイルの方と、あとその裏側のブッカリトルなんかのね、これ大体今24で死んじゃう人たちぐらいだけども、その20代で死んでった連中を束にしてコルトレン的な力とこう接近するみたいな、一対一にしちゃうみたいな、そんな感じ であとはほとんど音楽の話じゃなかったな僕らな。どうしたら愛と芸術と生活と革命が一つになるかみたいな、これはそうやって生きてみなきゃなんねえみたいなことだったような気がするし、高校時代のその安倍薫っていうのは相当の読書家だったみたいですね。そうね、あそこにも出てくるけどもデリダとかいろんなそういうのをね、行動主義とかね、結構その早熟に吸収してた、ものを考えるその少年だったよね。高校時代だけじゃないですけどね、だから24、5まではいつこいつ本読んでるんだみたいなぐらいね、だからビトケンシュタインの例のあれをいわゆるスコアとみなして演奏可能かみたいなことをまあしゃべることになるわけだけれども、夜徹して大体2日ぐらい続けてしゃべることになってたかな、あの頃はね、いつもね。平岡さんはどう、はい、同時代にとにかく存在してたわけだから、それが一度も会ってないのが不思議なんですが、今日4時僕すごくこう意識高揚してたの、ちょっと変な話になるけど、ブイソツキーって人いますね、あれの船出とレルモントフの、孤独な帆というのが、互いのこう裏表の関係になってるってことを発見するぐらい、まあ、聴覚は上がってた。で4時に家に着いた、で送ってきてもらった安倍さんのカセットがあった、スイッチを押した、
チミチミチェリーが流れてきた。これは日本の音じゃねえと思った。なんで彼に会わなかったんでしょうね、うん、どこの音だと思ったんですか。日本じゃなかった。軽傷度。軽傷度、うん、何ですかそれ。あの韓国の田園風景が出てきたんだよね、うん、頭の中に。まあ、軽傷なんだ。軽傷北道の話か。何だろうと思ったよ、うん、いやあのただのイメージだけの問題です、うんうん、で、聞き惚れました。ちょうど1時間半ぐらいだった、うん、いい時間でしたよ。見たら夜が知れ前かかってきて、うん、横浜は今すごくこう 2,3 日スモックがあったんですが、今日は風があってね。で安倍薫を聞き終わってパッとカーテンを開けたら空が澄んでて、いい音楽だったなっていうふうに思ってるのが、そのままの気持ちで一寝入りしてからこう行きました。三上さんね、別にこういうふうに順番にいろいろと話すっていう感じじゃないから何言ってんだとか言って横でちょっと言ってください。いや、 やっぱりね、僕とあの同級生なんですよね。あの安倍薫っていうのは年でいうとね、いわゆる団塊の世代っていうやつでね。それで結局あの1978年に死んでるわけでしょ。結局まあ僕らはその1970年前後にいわゆるフォークブームっていうのがあって、でまあ同じその年の連中がまあガッとこうまあ騒いだわけですよね。で75年あたりからいわゆるそのまああんまり過激なことをやめようよと、優しくいこうじゃないかっていうのが大体75年あたりからこうなってきたと思うんですよね。で僕らだんだんこうお客さんがいなくなった。安倍さんもそうだったと思うんだけどね。でやっぱり78年にこう死んでるっていうのはね、本当にあの当時ね、あの例えばアメリカなんかでもそのマイルス・デイビスが全然吹いてなかったりね、すごくその音っていうのはほら吹かなきゃいけない、つまり作り出さなきゃいけないその絶対量っていうものがあってね、その死のうが生きようがそれだけはやらなきゃいけない音ってのはあると思うんですよね。だから彼一人で背負っちゃったんじゃないかって感じするんですよ。で安倍薫が死んでから日本のジャズってのは本当に面白くなくなったとは思います、うん、というのはね、今そのロックブームだのヘッタクレだのって言ってるけどもね、結局そのなぜ中卒のジャズメンが出てこないのかっていうのは僕は不思議なんですよ。中卒のジャズメンね、今日本のジャズメンっていうのはほとんど大卒なんですよね、うん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 、ある程度教養を身につけて、つまり教養を身につけるっていうことは自分の感性を売り買いすることでしょう。やっぱり彼はまあその別に学歴がないからどうのっていうんじゃなくて、安倍さんはやっぱり本当のそのとこからその出てきたような気がするんですよ、うんうん、そういう意味じゃね、吹かなきゃいけないそのものがあってね、高校中退だしな。だから僕らその後ね、本当にそのしんどかったですよね、彼が死んでから。つまりその分だから、やなんとなくやってなきゃいけないから、それ上手い下手だ関係なく出してなきゃいけないわけでしょ、その 2,3 年っていうのはね。だからね、本当にあのなんていうのかな、こう、まあ、象徴的っていうか、こう彼が死んでそれで笑ったやつもいるだろうなっていうことですよ、うん、あいつ死んだ、これでなんかちょっとその綺麗になるみたいなね、うん、だからそのまあ安倍さんをその、まあ、いわゆる殺したってあえて言いますけどもね、そういう罪ってのが大きいと思いますよね、日本人のそのミュージックシーンって言いますかね。あ本当にね、あれ以後から全然音楽つまらなくなったんですよ、まあ、またここのところ面白くなりましたけどもね、なんかこう世代がこう変わったっていうか、うん、だからその辺の動きはね、やっぱりカンちゃんなんかにうんと聞きたいんだよね。僕はあのちょうどだから安倍君が出てきてさ、あの69年ぐらいに本格的にやりだすでしょ、うん、で住むその直後に僕はジャズから逃亡してしまったんでね、うん、だからあの彼のやっぱり一番良かった時代、あのピークって言い方が当たるかどうか分かんないけどもさ、でも目いっぱい走ってた時代というのはもう僕はジャズのシーンにいなかったんですよね。まああの当時はね、なんかまあ僕なんかあれだと、あの72年にその三律家で原野祭っていう催し物があったんですよね。その時はあのパンタとね、その頭脳系とその、まあ、安倍薫、それから今ちょっとニューヨークに行ってますけどね、灰野刑事っていうのが、まあ、あのすげえのが、まあ、出たと、その、ね、関東で、僕らは西であの関西フォークの連中とね、まあ、時期を大体同じぐらいにして、その岡林だとか、まあ、遠藤健二だと一緒にその、まあ、フォークって、だからなんとなくね、非常にくだらないんだけど、ニハみたいなものがあったってことは確かですね、流れで。まあね、やっぱりね、ミュージシャンってのは本当に死んじゃいけないと思うんだよ、別に意味ないことかもしれないけどもね、本当に
ほら死ぬとね、その分例えばその安倍なら安倍の音ってものをね、みんな分けなきゃいけないんですよね。帰ってくるわけでしょ、残ってるミュージシャンに、音出しに、まあ、だけど一人でね、そのやっぱり追い込まれて死んだんだと僕は思いますね。音っていうことで言えばね、昔ね、足立正夫という人にね、その僕らがその批判されたことがあるんだよ。批判ってのはその彼らしい言い方なんだけどさ、うん、ジャズってのは非常に物分かりのいい音楽だって言うんだよね、うん、それが欠点だっていう、つまりさ、そのなんていうの、特にフリージャズなんかやってるとね、分かり合っちゃう部分ってあるでしょ、うん、でさっきの僕山下洋介の発言で非常に面白いと思ったのは、あそこに阿部薫が入ってやったときに、あとで森山武雄かなんかに話聞いたことあるんだけど、長い間やってると、うん、でフリーコミュニケーションでやってるわけですよ。だけど読めちゃう部分ってあるわけでしょ、うん、相手が何考えてるか、うん、でガーッと森山って言ってガーッといくって、それもって、ね、スパーッと終わるんですよ。あ、それはねフリージャズのちょっと落とし穴です。そう、落とし穴でね、そうそうそう、うん、で終わっちゃって3人終わっちゃうけど阿部は終わらないわけですよ。そうそう、あいつはだから少し違ってたところは、うん、だから それをね、そういうことを拒絶してる強さ、うん、強さっていうかさ、体の硬くなさがやっぱり彼のやっぱり、うん、こう命だったんでしょ、うん、例えばジャック・デルリアのグラマトロジック、うん、トロジカでいいか、うん、あんなのをちゃんとスコアに俺はできるみたいなね、うん、覚悟っていうか、うん、ドス飲んでるっていうか最初から、うん、そうじゃないとね、普通どうしてそいつの癖が、うん、ね、そのまま体ってやっぱり限界があるから、うん、そいつの体が持ってる癖の繰り返しになっちゃうから、どうしてもトートロジーとアンフォルマル の、 安い方へこう行っちゃう場合が多くて、うん、だから安倍薫がね、あの時死なないでずっと今でもこう吹いてると、逆に例えばその坂本龍一たちのやったいわゆるテクノミュージックみたいなものはね、僕は生まれなかったような気がするな、うん、っていうのはさっき平岡さん言ってたけど、やっぱりその百姓っていうかね、土っていうかね、うん、そういうものを日本人は捨てたんだと思うね、あの時ね、もうそんな、もう塩の匂いとかね、土の、香りだとかって やらないでね、なんか先端技術でいこうよっつってさ、なんかそれを僕はなんかこう分かれ道だったような気がしますね、うん、だって日本で真面目に音楽やってればやっぱりそれはどうしたって韓国行きますよ、これは、とこれは僕の持論ですけどね、それだってつまりそのシャーマンっていうか、その見込みたいになるわけでしょ、やっぱりやってる時ってのはわけわかんなくなるわけだから、やっぱりその歌いだろうが、そのサックス吹きだろうがね、もうあなたも巫女みたいなのを感じたか。いや、そりゃそうですよ、もう巫女以外の何もでもないと思いますよ。だからそういうのをこう守ればね、守れば、うん、やっぱりね、今みたいな日本ってね、恥さらしの日本には僕はならなかったと思うんですよね、うん、だって音楽、たかが音楽でね、こだわってそんな夜中大きいのと関係あるかって言うけどね、いや、これは大きいんですよ、やっぱり、うん、昔ね、その歌で世の中変えられるかなんだよに言ったけどね、それ変えられるんですよ、やっぱり歌でね、音楽で僕は世の中変えられると思いますよ。初めて聞いた、これがこんなこと言うとちょっと変かもしれないけど、彼のラストレコーディングになりますか、僕聞いたやつは。あいつ幸せなのね、うん、吹いてる時、うん、で拍手は 2,3 人しか来ない、うん、でも吹いてる時のやつはまるでスズメが飛んでるように幸せにやってると、フリージャズというものがある、うん、あれそうだろうなと思った。形式としてのフリージャズっていうのは落とし穴があるって話は、いや、あなたと相倉さんなんであった、うん、それには陥らなかったな、うんうん、ただどこへ着地しようとしたかちょっとそれは自分にも分かんなかったんだと思うんだが、うんうん、少なくとも吹いて飛んでる限りのね、チムチムチェリーだとかラバーカンバックトゥーミー、うん、カンバックトゥーミーって言って恋人に帰れと言ってねえな、自分が飛んでるわ、そういうすごく至福の状態で終わったんではないかなっていうのが音だけ聞いたね、うん、花嫁人形なんかもあるよ、花嫁、うん、そうそう、ジンランドンスのってやつ、ただね、あの当時のほら、まあ、ミュージシャンのテーマっていうかさ、うん、割と、まあ、今でもそうなんだろうけどね、そのやっぱり音楽と女ってのは絶えずあるわけじゃない、やっぱりあると思うんですよ、うんね、うん、でやっぱりそのつまりそういうことの中ではね、僕やっぱり鈴木泉さんってやっぱり良すぎたんじゃないかと思うね、つまり神さんとしてつまりそのいいすごい女性だったと思うんだやっぱりね、うん、なんかこう、うんうん、なんていうのかな、そうかな。さて安倍さんについてのお話ね、尽きないようですけれども、ここで一度コマーシャル挟ませていただいて、この後のコーナーではパンタさんと山川さんの登場です。コマーシャルです。
ということで、ここでもちょっとお話盛り上がってたんですけど、パンタさん、タバコ吸ってる場合じゃないですよ。そうだよね。何をしてるんですか。うん、まあセッションとまだ行かなくて。いや俺もしてなかったんだよ。何言ってるんですか。いやあのね、三年塚っていうのはね、非常にもう混沌としててね、あの楽屋がね、もう2キロぐらい離れたところなんだよね。楽屋っていうか、あの団結小屋っていうかさ、まあ、そういうところで、あのみんな待機してたもので、あの確かにね、ジャズ、ロック、フォーク、あの演劇の集団とかね、いろんなジャンルのやつがね、例えばおかみさんのこう盆踊りとかね、武田節とかさ、いろんなものが入ってるわけだよ。そうなんですか。うん、確かに本当にお祭りだからさ、だから俺も誰が出てね、あ、じゃあたくさんの人たちがで分からない。72年の話だそうですよ、うん、でも俺今初めて聞いてね、うん、そうか一緒にやってたのかと思ってね、あのコンサートっていうのもね、割とあの一緒に出るっていうことは、うん、そいつのステージを見れないってことなんだよ。楽屋とかね、2キロも離れてるし、いや、まあ、特にね、うんうん、普通のコンサートでも楽屋にいるし、うん、よっぽどそれで行って見ない限り、うん、そいつの演奏なんか見れないしね。自分の演奏ありますしね、うん、だそういう準備とか、うん、いろいろあるから、うん、結構一緒に出てるからって言って見れないんだよね。あ、そっか、うん、まあそれでしたら覚えてなくてもしょうがないということになりますよね。まあ、だから時代の空気を共有してたってことだろうね。そうだね。で、時代で言うとね、今山川さんおっしゃってくださったんですけど、同世代って言っていいのかしら。安倍さんがだから49年生まれで、パンタがほぼ同世代だよね。50年生まれでしょ。50年。山川さん。それが53年で、蓮舫67年だ。またそうやって持ってかないでくださいよ。でもその時代に生まれたっていうこと、同じように、うん、同じような環境で育ってるわけでしょ、うん、でジャズ喫茶に関しては全く違う意見っていうか、うん、っていうかさ、すごいやっぱりヘビーな時代だったんだよ、うん、暗いっていうかさ、うん、しんどい時代だったと思うよ。だから僕なんか思い出したくないもんね、あんまり。あ、本当に。うん、でもそれだと意思的にもうなんかあの時代のことを思い出したくないっていうか、その時代のことをものすごく好きになっちゃったら、うん、あ、もう死ぬしかないなっていう、うん、だからあっち側に行っちゃって帰ってこれなくなっちゃった友達とか、死んじゃった友達結構いたもんね、こっちがね。だから、うん、さっきも言ってたけどもさ、まあ、音を聞いててね、負のパワーを感じるって言ったじゃない、うん、おっしゃってましたね。要するにマイナスのパワーね。だからその負のパワーを突き詰めていけばさ、うん、まあ、それがかっこいいというふうな、かっこいいって言い方じゃないけども、体もしくはこう本当もう精神的な部分全部がね、そっちの方へ行っちゃうっていうかさ、うん、決してアウトに行かないっていうね、うん、なんかそういうふうなのがですね、俺たちはもうアウトにアウトにって言ってっちゃったわけじゃない、うんうん、だからさっきも言ってたんだけど、おいミュージシャン、ジャズじゃなくてね、まあ、割とロックとかそういった分野でね、うん、そういった負のパワーっていうことをやってるやついるかっていうと、まあ、確かにいることはいるけれども、うん、それで極限まで行っちゃったやついるかっていうと、あんまり見当たらないんだよね。あ、うん、なるほどね、うん、そのまま突き詰めていったっていうかね、プロ、ね、うん、最後まで、うん、確か結構さ、音楽ってさ、うん、自由なようで不自由だと思うんだよね、うん、例えばカラオケ行って歌うと音痴だって言われることあるじゃない、うん、あれ要するに音楽のルールから外れてるから音痴だって言われるわけだから、うん、なんか目に見えないようなルールがあって、だから安倍さんっていうのはそういうルールを全部無視して自由になろうと思った人なんじゃないかなっていう気がするな、うんうん、まあ、でも私の時代から見ると、その60年代70年代ふとプラスのパワーを持ってる人たちがいたっていうのはすごい羨ましいと思います。さて、それでは異形の天才シリーズパート1と題してお届けしている今夜のプレステージ、新たにゲストの方を3名ご紹介したいと思います。まずはこの方です。福島のジャズ喫茶パスタンのママ、松坂敏子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。そして続きまして、70年後半安倍薫さんがしばしばライブ活動をしていた元ジャズ喫茶ガヤのママでした、ガヤ恵美子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続きまして、岩手県陸前高田のジャズ喫茶ジョニーのマスターでいらっしゃいます、照井健さんです。こんばんは、よろしくお願いします。照井さん、おリボンがポイントになっておりますね今日はくっと、はい、で松坂さんとガヤさんはライブハウスのママとして、もうこのガールさんに実際にそうですねお話ししたこともあるという方ですよね。いや、それどころかね、本当にこうそんな素人的感覚じゃダメなぐらい、うん、そういうことではなくてね、うん、やっぱりああいう人たちにはなんていうのかな、精神的な、あるいは音楽的なね、うん、こう気持ちの上でサポートしていく、そういうものってやっぱり必要じゃありませんか、うん、
で東京の大きなねそういうメジャーな部分でなくて、やっぱりそれが福島であったりね、あるいは新宿から少し行ったところであったり、僕はそういうことうまく言えないけども、今日はそのパスタンとガヤを連想させるようなかつてのジャズ喫茶の雰囲気をっていうセットだっていうから来てびっくりしてどうでしたかね。なんかね本当に素晴らしい豪華なセットでね、こういう感じではありませんよね。ですね。だから、現代の感覚でいくとそうなるんでしょうかね。でもやっぱり、あなたの場合は私も若いからその時代のその現場っていうのをねご存じないでしょうけれども、いえいえ、もっともっとね、なんか本当に手作りで自分たちの感性だけをそこへ出そうみたいなね、そういう意識っていうのかな。だから商品として何かをするんではなくて、自分が信じる音をそこで出してもらえればいい。だから作った店を作ったきっかけも、私の場合はね、フリーなんかやらせてくれるとこないよっていうね、要するにこびずに音を出すっていうことが不可能だって言われていた。そこでじゃあ作りゃいいじゃないっていうね、よし作ったろっていうところから始まってるから、だからもうそれこそ手作りでというね。お伺いしていいですか、その手作りの、ジャズ喫茶のガヤなんですけれども、そこで演奏してくださる、アーティストの人たちは、ママが自ら、そうです、選ばれた方たち、やっぱり自分がやるからには自分が好きで信じてるものっていうね、価値基準なんていうのは人それぞれ全部違うとは思いますけれども、自分が信じてこれをやりたいっていうね、そういうことがなければやれないっていうかな、それぐらい本当に貧乏七にしょって、それでもやりたいことがあるからやるって、ほとんど、彼らがやらせてもらえたライブハウスっていうのはみんなほとんどそういう意識だったんじゃないかなと思うけれど。阿部さんと出会ったのは、うちは一番最初のきっかけは武田健一さんなので、武田さんが阿部薫って知ってるっていうことで、でこうやりたがってるんだけど場所がないんだよねっていうね、でそれこそもうその時にはすでにもう伝説の人だった、うちがねやってもらった、だからそうですね、でもう死んだみたいな噂すら流れてる、そういうね時だったわけね。で私なんかも武田さんに生きてるのみたいな、武田さんはもうびっくりして、ってしばらくあれだったけどって元気だよみたいな、でこうやってみようっていうね、でそれも電話だとラジが開かないわけ、彼は口が重いし、ねーとかって言ってるから、でもう電話じゃ話が見えないからとにかくおいでっていうね、で来て話して、私のことだから音なんていうのはなんて言うんでしょうね、言葉にできるものではないっていうか、たった一音をね、こう言葉にするなんて不可能だって思ってるから、でもなぜ音を出すのみたいなね、他に何するのっていう、でこうポンと見えてきて、やろうって、もしよかったらここで音出さないみたいなのが最初のきっかけ、だけどその短い言葉だけどさ、ものすごく重いよね、他に何するのって言われるとね、この人間は絶対自分たちでね、こう音を出させてあげたいって思うじゃないですか、それは普通の人間だったら、他に何するのってのはそれはすごい言葉だよ、いやあんまり言えない言葉だと思いますけどね、私松坂さんは一番最初にこの阿部さんと出会われたのはどういったきっかけだったんですか。うちでコンサートを渡辺貞夫さんやって、一番最初にで、その後山下さんかなやって、でその後阿部さんを紹介していただいて、でそれからずっと20年前ですか。そもそもパスタはいつ頃お始めになったんですか。20年ぐらい前ですね、初めてすぐです。初めてすぐに阿部さんと出会われたわけですね、あ、そうですか。一番最初にお会いした時の印象って、割と向こうのねお話、五木先生のお話とか伺っていると無口な方、今ガヤさんもおっしゃいましたけれども、無口だね。そうね、要するに言葉で言えないことをたくさん抱えすぎてるから、それを一言にすると全部違ってしまうっていうところで無口にならざるを得ないっていうかね、だからこう、とかってこう始まるんだけれども、じれったくなっちゃうんでしょうね。でも最後はイーってなるわけね。だからその辺がどれだけたくさんのものを中に抱えてたんだろうっていうね。でこう
私なんかだから無口だと思ってたところが、うん、ある時こう私の意識を伝えるために、うん、もう彼がものすごいこう言葉数でこうポイントをピピピピッと押さえていくっていうね、うん、なんてやつなんだみたいなのがやっぱりありましたね。だから、うん、彼を喋らせなくしてるのは周りだったのかもしれないなっていうか、うん、要するに通じない奴らに何言ってもしょうがねえやっていうね、うん、部分がきっとあったんだろうなっていうね、うん、いかがですか。同じですね、パスタンで、あ、ごめんなさい、パスタンで最初にその安倍さんがステージをやった時のお客さん何人くらい来てました。最初は7、8人だった。7、8人。その時の反応っていうのはどうなんですか。全然なかったですね。そうだ、ここで安倍さんの名誉のために言わせてもらいたいんだけれども、活字の力って非常に強いでしょ。でどなたかが一度活字になさったものだから、安倍君が演奏した時に客が 4,5 人だというね、それがもう定着しているようですけれども、これは事実と違いまして、久々にうちで安倍がやるって言った時もそれこそもうみんな牛詰めで立つというね、うん、一息でムンムンというなんか1回の時って2回でもうんと増えて3回になるともうすっごくいっぱいになるっていうね、だからそういう意味では、うん、やっぱり聞きたいっていうかね、一度聞いて、もちろん人によってその聞き方も違うでしょうし、聞き方までは誰もいじれないわけだけれども、でそれで本当かいとかって思ってもね、やっぱりそれなりにのめり込んでいった人がたくさんいたっていうことは事実だと思ってますけど、ね、分からないんですけれども、はい、今だとライブをやる、コンサートをやる、はい、で情報がこれだけ発達している時代ですから、うん、すごくもう何ヶ月後には誰がどこでやるっていうのが随分早くファンの耳に入ってきますけれども、当時って押してみたらまたそんなに広めるようなスタンスでもなかったんじゃないですか。その時代だって今だって我々のシーンは変わらないと思いますよ。っていうのはね、誰かが作ってこれを売ろうと思ったものは時代だって売れてたと思いますね、だけれどもその作り物じゃない今の音を出すからこそ、かなり彼の場合は本質的なところでね、音っていうのが何かということでやっているから、だから例えばね、私一番怖いなと思うのはその時代性の中とか、それからその自分がどう聞いたかの意識をしゃべることによってね、音をしゃべったつもりになってるっていうか、ね、で安倍の音なんてそういう意味では聞いてくれっていうしかないわけでっていうね、でほとんどの場合が俺が何をしたかって俺を喋ってるだけで安倍の音喋ってるわけじゃないなっていう気がしてしまうのね。でもちろん中には正確に伝えようと思って努力をしてらっしゃる方いらっしゃるとは思いますけれども、それでもね、もうこう安倍の音聞いてどう思ったって聞かれても、それを音をね、言葉にしようと思ったらその瞬間からそのあれほどの素晴らしい音が私の世界に落ちてきてしまうわけでしょ、だから音としては話せないわけですよね、お二人はね、直接、お店で安倍さんがライブをなされたわけですから、そういった楽屋のお顔も知られてると思いますけれども、照井さんは直接には、いや、一度会ったことはないです、レコードでラストデートだっけ、あなた聞いたのなし崩しのシーンを一番最初にね、でジャケット見てね、ジャケットでまず感動したんですよ、いや生きてるうちにこういう死んだね、ような顔のこんなもうほとんど死の世界みたいな、アルバムを出せるっていうのは最高幸せなんだろうなって思ったんですよ。で逆にそれを流すことによって、みんな止めてくれっていうわけですよ、お客さんは。どうして。いやもうなんて言うんだろう、ものすごい要求されるでしょ、なんて言うのかな、こう精神的なものを聞き流すことができないわけですよ、これ要求するっていうのは言い方が悪いかもしれないけど、聞き流すことができない音なもんだから、ものすごいリアリティで聞いてる方に聞きたくなくても入ってくるわけです。バックグラウンドミュージックとして聞けないんだよね。そうなんです、やっぱりすごかったんですよ、だからそれだけすごいって。だから人好きになるっていうのは2つの方法があって、第一印象のいい人と第一印象の悪い人と、でどっちが一番長く付き合うかっていうと、やっぱり第一印象悪い方が付き合うんですよ。それはすごい大きくうなずいちゃった、なるほど。でここでね、貴重なすごい安倍カールさんの VTR というのを
松坂さんにお借りしたんですよね。どうもありがとうございます。そういうのがあるとは夢にも思いませんでした。五木さんもこのようにおっしゃってて、実は阿部香織さんのファンの方もあまり目にした方いらっしゃらないんじゃないか。もちろん、テレビも初公開ということで、本当大変、もう本当にお礼のしようがないということでございます。あれだけのことを、ねえ、動くアベマっていうね、素晴らしいことだと思う。今まであの番組の中では話題でお届けしてきましたけれども、実際のまあ動く、そして音を奏でてる阿部さんというのをじっくりご覧いただきたいと思います。どうぞ。
初めては今映像とともに音をね聞いたんですけど、すごく和的というか日本的の和ねという感じがすごいするんですよね、うんうん、変でしょうかね。いやいや、あの聞く側のその感覚は百人百様ですから、うん、あのいろんな風に聞けると思うけども、うん、独特なのかな。音について語るってものすごく難しいんですよ。すごい、まあ、それは難しいんだけども、皆さんがまあ思考が違いますからね。でもね、素晴らしく美しい音、それはもう僕が思ってるね。本当に例えば成長っていう言葉があるけれども、音としてね、例えば音の立ち上がりっていうのが本当にスコーンと抜けてるように、それがなっちゃう音じゃないね。だから立つんだから最初のね、最初の一音であっていうふうにもいずまいを直してしまうところってあるでしょう、ね、彼の音には。だからそんな風な評論家じゃないからうまく言えないけどもね、そういうところがあるよね。やっぱりすごい音楽っていうのは、あのすごい音楽ってすごいミュージシャンとか、あの曲をやる前のね、とにかく音がバッとこう鳴った時点でもう、ああジャズだなって、こういうこういわゆるなんちゅうのかな、自分にこう気持ちがねガッとこう出てる、そういうのっていうのはすごい感じるんですよね。だからそういうのが本当のある意味でね、あの自分の音楽をやってるなんか真のミュージシャンっていうかさ、そういう気がするんですよ。ただ真のミュージシャンが受け入れられるとは限らないですよ。まあ、ライブだとそれは本当直接肌でね、足を運んだ場所ですし、それだけまあ喜びもひとしおだと思いますが、松坂さんどうですか、久しぶりにご覧になられたんでしょうか、それともいつも、ね、ごめんなさい話を終わって、うん、彼女のところでは毎年9月9日にこういうものをあれしてね、その追悼って言っていいのかな、追悼ね、見に来たから、うん、あの安倍さんの亡くなった日が9月9日だから、毎年ですね、あの朝から晩までかけてます。駆け足で死んでった人だからくくざんなんていうのあるんじゃないですか、ね、そのまま急に。でもどうなんでしょう、まあ、それ亡くなられてから年月が経っておりますけれども、その後もいろいろなミュージシャンがね、皆さんのお店を演奏したり、またはいろんなところで見に行ったりされた方いらっしゃるんじゃないかと思いますけど。そうですね、こう私思うんだけれども、例えば安倍も大切でもね、あの当時も遅れてきた子どもたちっていう言い方がありましたよね、うんうんうん、で僕たちは聞き損なったみたいなね、うん、言い方をするけれども、安倍が生きてる時も聞かずにね遅れてきた人たちがいるわけですよね、うん、で今でもやられてるね。だから例えば後で出てくるかもしれないけど、ハイノにしてもそうでしょ、大友さんにしてもそうでしょ、で秋田雅美さんとかね、向井千恵さん呼吸の人とかね、柳川義明ってこれもサックスですけれども非常にこう世界を持ってるし、で当時からやってた宇梶商事にしても、吉沢元春にしても緑川さんにしても、であとベースで私好きなんだけれども斉藤哲っていうのもね、いい世界を出してるしね、で小杉さんもだし、であと板倉克之っていうピアノもすごくやっぱり一音コーンとね抜けてくる、すごいぞっていうのが今でもリアルタイムでやってるわけですよね。でもう彼女のとこも3軒目のお店がこう今度できたのね、うん、でそういうところでどんどん今でもやってるっていうね、おととい板倉さんに来てやったんですけど、今もいるんですよね。だから死ななきゃ天才として認めないっていうかね、妙な風潮があって、安倍を天才でくくるのが果たしてどうかっていうのももちろんあるけれども、でも、もちろん天才と認めてない人たちもね、世の中にいると思いますけれども、そういう意味じゃない、そういう意味じゃなくてね、もちろん分かりますけれどもね、いかがでしょうか、その天才っていうのをあえてね、今夜番組のテーマに持ってきたんですけれども、天才って枠組みすごく難しくて、死んだから天才、それともそういうやつとは全く違って、技とかそういう存在からしてどう思われてました？私は本当に見聞きしたところとか、音とか今映像を初めて動いたのを見て、まだ掴みきれてないんですよ、もちろんでしょうけれども ね、はい、ね、実際に接してていかがでした？私は
なんだかさっき私ばっかり喋ってるんだけど、今日はな言わないよって言ってきたんだけどな。どうぞどうぞ。例えばね、なんか噛み合わないのよね、うん、話が全然、まあ、世の中には偉い方たちたくさんいらっしゃるわけですよね。でその方たちの天才論を伺ってみたかったわけよね、うん、きっと出ますよ。そうですね、きっとね、うん、でまあ私はやっぱり阿部君がね死ぬちょっと前に演奏終わってトコトコっと来て、ね、俺って天才だと思うって言ったわけね、うん、でその時に何言ってんのって、言葉なんかどうでもいいじゃないって、あなたは阿部薫よっていうね、阿部薫は阿部薫しかいないのよって、うん、だからどんな天才でくくるなんていうのはもしかしたらね、そりゃあなたが死ぬ瞬間か私が死ぬ瞬間か分かんないけど、あいつは天才だったって過去形で言うかもしれないけど、今阿部薫よっていうね、でもああもしかしたら天才って言ってほしかったのかなとかって、こう死なれてね初めて、あの時本当は阿部君は何が言われたかったのかなってちょっと私の中でずっと引っかかり続けてる、うん、でまあ私が阿部が天才だっていうのは音って何かっていうね、でこう私不思議な体験たくさんしてるわけですよ、音でこう後ろからズルズルズルと何か引っ張り出されてみたいな、それがこういって音とねこう触れ合ってみたいな、なんだこれ私の背中が見えててなんだみたいな、そういうようなことが起きたり、それから実際にこう楽器から音が出てないんだけどもそこに音がある、で何十人かいるお客さんの中で聞こえてる人と聞こえてない人がいる、なんだろうこれはみたいな、で阿部君に私はそういうハテナがあるとねえって何って聞くわけですよね、でこういうことで私疲れすぎてノイローゼになったのかと思ってってパニックになってるわけですね私は、でこう聞く、うん、音はあったよってあっさり言うわけね、うんと、そうかって、君はやっぱりそうだと思ってたけど聞こえる人なんだってこう言うわけで、それじゃ分かんないよって、うん、私に分かるように説明してって言うと、まあ時間って分かるっていうね、でまあそれがずっと私の宿題になってるけれども、彼はねそのある振動をこう与え続けるとその開くっていうんですね、うん、で宗教音楽にしてもまあ、その呪術的な太鼓とかそういうものにしても全部そういうものがあるっていうね、うん、で教会音楽に非常に興味を持ってたし、でまあパイプオルガンを弾いてみたくてって、ね、探してきてよっていうね、そんなこと言われたってパイプオルガンなんてね簡単にないよみたいな、うん、だけどそういうようなこと、その音が今コマーシャルの時に松坂さん面白い話私伺ったんですけれども、何のこと、阿部さんに何かお話を、レコーディングの話、うん、面白い話、うん、死ぬ話面白い、うん、いやそうじゃなくてレコーディングしようっていうね、うんうんうん、面白い話じゃないのね、うん、私がなんとなくね阿部さんとお寿司食べながら、お酒飲んでお寿司食べながら、あんた30まで生きられないかもしれないから30万円でレコード出しましょうねってことを話したのね、で、まあ、レコードで言うと泣き崩しの日でいいのね、うんうん、あれは気に入らなかったのね阿部さんが、まあ、私のところに来て話するのには、うん、レコーディングしたんだっていう話があって、うん、よかったとも私も言わないけども、あそうって聞いたら、だけどダメなんだ、だったらやめればってことで、うん、で、まあ、レコードを出さないことに私も阿部さんも苦労したのよね、うん、そうね、発売しないように、まあ、そんなことがいろいろあって、うん、もう発売しちゃったからしょうがないってことで、うん、でまあ阿部さんが気に入ったレコードを出しましょうということをね、まあ、30万円に出しましょうねっていうことで、まあ、パスタンの中にレコーディングの道具、レコーディングの道具じゃないんだな、ビデオの道具とか、録音の道具が全部揃ってるんで、うん、まあ、1週間ぐらい24時間ねオープニング回しておいて、それでお客さんが来たり車の音がしたりいろんなこと全部入れて、その間に
安倍さんが音を出して、で1週間の全部安倍さんと会った人、子供と、子供、うちの子供、息子っていうの、うん、うちの息子と変だな息子まあうちの進と3人で選んでレコード出すということに決まってたんだけども、死んじゃったのね、うん、まあ残念ですけどもしょうがないですね。彼女がほら発想が例えば24時間回しっぱなしにして全てのね、うん、その中からというようなそういう意識だからこそあれだけのビデオが残ってもいたっていうね、うんうん、であの時代にやっぱりそういうことをする、うん、ですごいなっていうね、だから彼女を置いて安倍は語れないよっていうね、そういう部分がやっぱりどうしてもあるっていうね、うんうん、そのご苦労と言っていいんでしょうかね、あのファックスで先ほどから安倍さんのこんな映像をね見せていただけるとはすごく感謝してますといったものが届いております。後ほどそれお渡ししたいと思いますが、さてあのガヤさんのお店なんですけども、東京の初台にあったということ で、 ね、はい、でお客さんも大変いろんなことが来て、1978年の5月の26日映画監督の若松浩二さんが来店して、はいはい、ね、はい、覚えてらっしゃる、その時にあの初めて安倍晴さんに会って、それがきっかけになって安倍さんが若松さんの映画に出られて、そうですね、で音楽担当になった、はい、その映画をですね少し VTR でご紹介したいと思います。見られる、はい、どうぞ。今ご紹介したのは、若松浩二監督の、こちらの方なんですけれども、13人連続暴行魔という映画のワンシーンだったんですが、これは五木先生、この僕は初めてなんですけどね、若松さんと結婚のない付き合いだけども、阿部川の話をしたことはないんです。あ、一度も、随分とあの、まあ、きっかけになってから映画までの話が早かったということだったんですけれども、そうですね、それこそその日のうちに意気投合して、新宿のゴールデン街あたりに飲みに行ってそのまま決まったんじゃないのかな、いかがですか今の映画の感じぐらいだった。私はあのライブも聞いたことがないし、それから自分の店でも呼んだことがない、もちろん店を出して間もなく死んでますから、私75年からやってますんで、で結局レコードで聞く音とはもう全くこの映像で聞く音っていうのはまたこう何て言うんだろう、
異質なっていうかね、別のこう感じを見させてもらって、今日はね逆にああこういう面もあったんだなっていう、すごいこうなんかどっかで普段こう突き詰めていくような音の作業 の、 音の出し方とはもっと違う感じのね、もっとなんかのぶといっていうか、そういう感じのこうがするんですよね。だからこういうのは意外と一般に見せる映画でしょ、要するにだからそれでいいのかもしれないですけど、実際にこうなんか自分たちが思ってきた音とはねちょっと違うかなという、まあもちろんそれだってレコードという中でしか聞いてないですからね、あれですけど、でもやっぱりレコードとライブは全然違うね。レコードはこうね誰かがいてこう約束事があってやるするんだと思うのね。でライブだと一人だとね自分の思うようになれるのね。まあね、演奏家はあくまでもソロだと私は思ってるし、そ う、 ね、でそういう意味で の、 今ここで自分がどの音を出すかっていうね、もうそれは音は あらかじめあるっていうね、それを切り取ってくるんだみたいなことを彼は言ってたし、でそういうところではもう完全にこういうテーマでここで吹くなんていうことはもう彼にとってはどうでもいいことだったから、うん、でそういうそれはダメよね、うん、作ったものだからね、うん、本物じゃないよね、うん、でそういう部分でうちなんかでもたまたまファンの方がいらしてでこう撮り続けててくださったんで残ってますけど、私なんかはやっぱり聞きますね、撮って聞く違うって言って消しちゃうっていうね、要するに撮りきれないものがあるんだっていうね、でそういう意味でもこうリアルタイムで今の音を聞いてほしいのよねっていうのがこうライブをやるこう店の人間のこう意識っていうね、でそういう意味ではもう完全にそういう計算された何かとかね、ここでこれをとかっていうこととは違うと思うけれども、まあ、若松さんは吹きっぱなしにこうさせてくれて、でそこの中からねこう映像も撮ってたのかもしれないしっていうか、そういう意味では割にこう自由に映画の中ではやってるんじゃないかなとは思うけどね、うん、でも気があって、うん、気があって気が、それは私には失敗だったと、うん、今の映画だけどもやっぱりね雇われたんでしょうからね、阿部さんは監督じゃないからボスにするわけにいかなかったんじゃない、うん、自分で全面的にやっぱりもっと吹きたかったっていうのは、まあ、ね、本人は言ったけどね、うんうん、やっぱり自分で作りたいみたいなことも言ってましたよ、まあ、映画みたいなものね、うん、映像そこはこの映像でしょうね、わかんないけど、まあ何本かっていうかね、そういう16ミリも残ってるんですね、まあ、今回貸していただけたかどうかわからないけれども、もう亡くなられて高木さんとおっしゃる方が撮った16ミリがあるんですね、でそれも亡くなって9年目のテープコンサートの時にたまたまあるルートから発見されて、そしてこう提供してもらえたというか貸していただけたんだけれども、こうねずっとやっぱり流しているものをこう編集してっていう感じなんだけれども、そういうような部分もあってね、うん、でもやっぱり自分では映像になってしまうと違うっていうね、うん、彼は常々それやっぱ思ってるから、 それだから伸びるのよね、まあそうでしょうけどね、当然これでいいって言ったら終わりだもんね、うん、自由な枠組みがない中というんでしょうかね、その中で先ほどね姉さんおっしゃってたんですけれども、まあ、映画からは到底見出せないと思いますが、聞こえない音が聞こえてくる、その聞こえない音ってどういう、阿部はね言うんだけれども、音っていうのはみんな人間はついつい聞こえてるものだけが音だと思ってるって、でも音っていうのはねって可聴範囲を超えてもそこにあるんだよっていう、人間の能力がそこまでしか聞けないだけでねって、音っていうのはあるんだよっていうことをやっぱりこうボソリボソリとこう喋ってくれる、こちらがまた体験したことが不思議で、ね、何あれっていうから、まあそれで答えてくれるっていうね、でまあある音をこう出し続けると、そうするとこうフリーになるっていうね、でその一つの現象に過ぎないんだっていうね、だから音はあるんだよっていうね、うん、そういうようなことを言ってて、やっぱりそれを自分で承知してこう自分がそこへそれをやったっていうね、その辺に彼の天才性があるのかなっていうね、
まあ、日常的にどうであったこうであったなんてことは本当どうでもいいことで、ただもう純粋に音として彼はその音を道具に使うということを非常に嫌がってたっていうかね、まあ、ある時代のある人たちが旗印にこう使うっていうね、でそういう、よくこう呼ばれていくわけですよね、とそういう時にうちのカウンターにしがみついて行きたくないよって言うんですね、で断ってよって、うん、何やってんのっていうね、あなた約束してきたんでしょ、だってあいつらバッチンだもんって、俺の音なんかどうでもいいんだよねって、自分たちの意識にあれしてるだけだよねって、俺の音なんか誰も聞いてないんだからって、そんなところで音は出したくないって、そういうのね、でもさってたった一人でもいるかもしれないじゃない、本当に音聞く人が、でそのたった一人の人からね、あなたの音を取り上げる権利はあなたにはないのよって、であなたがそれだけの音が出せるんだったらね、その意識ぶっ飛ばして変えてくればいいじゃない、聞かせといてよって、うんって言ってスタスタスタと出かけていくというね、うん、そういう感じでやっぱり彼の中でのその音っていうことをものすごくやっぱり厳密に考えてたんだなっていうね、でそれを現実にその音で出して、例えば私にそういう現象が起きたっていうね、だから彼はやっぱりできてたんだろうと思うのね、いいですか、うん、すごく素朴な疑問なんですけど、そのライブのお客様全員に聞こえてたわけじゃない、うん、表面的にね、私が無理、分かんない人には分かんない、うん、ごめんなさい、ごく一部の人にはやっぱり聞こえてるっていうね、うん、でこう例えば演奏中にまだ演奏中なのになんかガサガサざわつく、なんだってこう見ると聞こえてない人は安倍が立ち往生してると思ってるっていうね、で残念ながら録音が取れないんですね、この音が、今のお話を聞いてて思うことは、はい、僕安倍さんがもうしばらく生きてたら、はい、また少し変わってきただろうと思うのね、つまりね、自分の音を聞かせるのはね、はい、むしろその縁なき市場にこそ聞かせたいっていう気持ちになってくれたかもしれないと思うのね、ひょっとしたらつまりそういうものを求めてね、これはまあ親鸞の言葉なんですけども、うん、そういうものを求めて熱心にその信仰の道に入ってくる人たちではなく、そういうものを拒否しね、そういうもののあることを知らずに、そういうものに背中を向ける人たちにこそ自分は話したいっていうことをね、親鸞は言ってるんですけれども、僕はひょっとしたらね、音というのはね、縁なき市場にまで語りかけるようなものであるから、やっぱり音がさ貴重だとか、我々にとってねやっぱりこう愛すべきものではないかっていうふうにね、縁のない人はないって言ってしまうとね、ちょっと苦しいと思いますね。今ね、こうやってみんなこんなこと来てるってことは、うん、そういうことなんですよ、今それそのことなんですよ、だからこういうふうにね、やっぱりあるということがやっぱり大事なんで、うん、そして今活躍してこれからどんどんね、新しい道を開いていくであろう現役のミュージシャンたちは、うん、知ってようが知ってまいがやっぱりね、安倍さんの開いたものとのねコミュニケーションがあると思うんですね。そうですね、別に安倍そのものを目指すわけではなくて、目指すわけでは何でもなくても自分の世界を目指してるわけだからね、うんうんうん、そういう部分ではみんなそうでしょうね。ほら、安倍さんと共演したりしたレコードになってる吉澤さんがね、うん、ついこの間、豊田雄三さんっていう歌い手と一緒に来て、でソロでお互いやって、でもこれがもうほとんど水と油なわけですよね、うん、それで3ステージでセッションやるわけですよ、うん、これがねもうその時にね、俺初めてこの、フリーをやる人たち の顔をね、その普段演奏やって終わるとみんなポケットするじゃないですか、優しい、ものすごい優しい人たちがああいうすごい演奏するわけですよ、うん、だからその優しさがをこの間音で聞いたんですよ、吉田さんがわーっとみんなの前で昔の音との延長なんだけども違う音で今風にやってるわけですよ、でそれは違うね、いやいや、それでね、ごめんなさい、それで終わって終わった後で今度はその、トヨタさんと一緒にやった時に全く違う音を出すわけですよ、うん、ものすごい優しいわけですよ、うん、あまりにも普通なわけです、うん、だからね、演奏家っていうのはすごいもんだなと思いましたよ、普通もいいじゃないですか、だからそれでやっと普通に音楽だと思って聴く人たちを解放されるわけですよ、うんうん、僕はいろんな形があっていいと思ってるね、うん、おそらくテレさんはそのように受け止められて、おそらく松坂さんは違うように受け止められるかもしれない、皆さんその聞いてきた音楽の背景が違うから、だからどうなのかな、例えばリアルタイムで聞いていたガイさんと松坂さんでレコードから大ファンになった
それで私は全然知らないんですよ、うん、全然知らなくてお話だけしか聞かなくて、それで松坂さんお笑いになるかもしれない、でも私にも分からないんですよ、どうして皆さんがそのようになってたのかな、うん、でその安倍さんの音というもの、音だけちょっとご用意しましたので、そちら聞いていただきたいと思います。今本当に安倍かおるさんを知らない世代の人たちにも聞いていただいて判断していただきたいと思います。お聞きください。
阿部薫さんの、まあ、音のお話をね、実際に演奏を聴いてらっしゃった方たちから伺っておりましたけれども、ここで当時阿部さんとも交流のあった歌手浅川真紀さんがこの番組のために阿部さんへの思いを語ってくださいました。まずはそちらからご覧いただきましょう。アルトサックス奏者の阿部薫さんが亡くなったのは70年代終わりの頃であった。その1年の間に私は2度会った。日曜日の夜で、初台の小さな店に観客は10人はいなかったかもしれない。阿部さんはドラマー1人を相手に1時間ばかりサキソフォンを吹き続けた。その音色は美しい。フォームを決めない演奏は聴き手の観念を広げていったと思う。終わると店にはそれまでの顔見知りだった阿部さんと私だけが残った。店のママとマスターはカウンターの中で後片付けをしている。カウンターは細長い作りのさらに狭くなった入り口に面していた。ママはジャズのレコードをかけ続けて、それでまた好きな演奏者がいつでもライブをできるようにと大きなスピーカーが置いてあった。阿部薫は私を呼ぶとアップライトピアノの蓋を開ける。ね、ね、俺の本当に一番の好きな曲ね。彼は体を横に揺らすとスタンダードナンバーの恋人よ我に帰ろう。それは彼の普段からは思い浮かばない曲だった。私はこの夜初めて彼がピアノを弾くのを見た。強弱のない弾き方はちょうど水面に朝日が反射して穏やかに流れていくだけの光景を思わせた。そこには何のドラマもない。私はそれが良かった。彼はもう長いことその曲だけを弾き続けている。ね、ね、歌って。阿部薫は言った。私は彼の背後から指先の動きを目で追っている。ね、どうして歌わないの。彼はそう言ってもこちらを振り返ることはなかった。その夜から何ヶ月か経った時、同じ店で阿部薫を垣間見た。相当量の薬を飲んでいる様子なので私はそのまま引き返した。すると私のスタッフの若い男が呼び止められてしまった。私は暗い甲州街道沿いの歩いていると、スタッフの男がようやくに追いついてきた。また量が増えたみたいね。私はうつむいて言う。若い男はエアーと声を発してから黙ってしまった。阿部さん、あなたに何か言ったの。そう、何を聞いても平気よ。それがね、あなたのことなんだよ。私のこと。そう、阿部薫がね、あなたも相当行くでしょうって。そう言うとサングラスを外したんだよ。随分と顔が違って見えたでしょう。あの目は尋常じゃないね。でも僕は惹かれるものがあった。それで何と答えたの。僕はそのことはよく知りませんって。よかった。だけど、だけどどうしたの。だけどどうやら
そうみたいですよって。そしたら彼がそれまでの顔から想像もできないぐらいの表情で笑うんだよね。声を出さずに。私は言葉をなくしたままで男と並んで歩いた。すぐ横を何台もの車が勢いよく通り過ぎていく。まずかったかなと男はつぶやくように言った。私はふと、今この若い男の喉元を薬が通るのなら、やはりあのザラッとした感触はあるのだろうかと思う。幻の男たち。彼もかなり熱烈なファンだったんだよね。もう今の話そのまま続けてやりましょう。いや、なんか死んだんだなって感じだね。こうやって、いや、写真見てるとね、あの時も一緒だった、この時も一緒だったって感じしますね。一緒に同じよく現場にいましたね。考えてみるとね、なんかずっと忘れてたけども、なんかやっぱりまたね、こう彼の時代っていうか、ああいう音楽がやっぱりこう今度こそはなんか本当にこう主流になっていくんじゃないかなって、まあ、彼がねこうやってまた、まあ、僕らもこう、まあ、仲間をねこうやっぱり集めてくれるし、なんかあんまりこう思い出としてね語りたくないですよね。やっぱりその今その彼がやったような音楽っていうのは今そのやろうと思えばできると思うんですよね、若い人たちでも。だからやっぱりこう続けてね行くべきだと思いますね。僕はね、今その思い出として語りたくないっていうふうに三上さん言ったでしょ、だから例えばその個人的にねその思い出を語るっていうのはね、それはとてもいいことだしさ、それによって我々のその生き方がこう遠近法がずっと出てくるわけだから、個人の思い出を語るっていうのは大いに結構なんだけども、つまり阿部薫っていう音楽家を伝説の中に埋葬してしまいたくないっていう気があるんだよ。そうですね、伝説化するってことはね、やっぱりそれは埋葬してね、どっかの高みに博物館に入れちまうことなんですよ、そうですね、だからあえて例えば僕がその阿部薫との出会いについてあまり話をしなかったのは、この 1,2 年ね彼の例えば音を例えばレコードとかテープを聞いてね、なんかねすっごくそれが魅力的に聞こえるんだ自分にとって。さっぱりしますねこういう時聞くと。僕なんかすごくね引きつけられるんですよ、だからそこからスタートしてるわけね、その今日の話はそもそも、でもちろんさっき向こうの話があって、今の音で聞いたその阿部の音とそれから実際に彼がライブでやった時の音とは全然違うっていう話もあったんだけども、それはね全部違うよ、モーツァルトと違うしさ、それはもう全部違うよ、違っていいんだ、僕はそう思うんだよね。だから生きてその時代に生きてその時代とさ、やっぱりこう向かい合ってる時のね人間の音だとか文章だとかね絵だとか色だとかっていうものは、そんなもの古典なんていうものはないよ、表現ってのは絶対一貫性のものだよ全て、一貫性のものだけれども、ね今そのコピーを聞いて、そのコピーでさえもがものすごく自分にとって新鮮にしかも魅力的に感じられる今の音楽の世界でしょ、だからねやっぱりね時々そういうふうにね何度も何度も出会う時があるし、何度も何度も墓場からむっくり体を起こしてさ、またメッセージを発する時があるような気がするんだよね。だからね、この変な言い方かもしれないけども、その阿部薫がそのやろうとした世界っていうのはね、あの当時はその非常にまあその一人で頑張って、それでその自分の音楽をやるためのその、まあ、仲間もそれから情報もそんなになかったと思うんですよね、ところが今は阿部薫の音楽をやろうとすれば、その阿部薫がやろうとした音楽の情報はいっぱいあるような気がするんですよ、つまり彼と似たような線を狙っている連中ってもいるしね、だから若い人たちでもその できるんだと思うんですね。だからあんまりこう孤島にしてね、やっぱあいつはすげえやつだすげえやつだと、あいつは乗り越えられるのは大変だっていうとね、逆にそのプレッシャーかけちゃうっていうことになると思うんですよね。僕やっぱりね、彼のいろんなその話や思い出話を聞いててね、やっぱり阿部薫ってすごいやつだったんだなと思う理由の一つっていうのはね、やっぱり彼はこうメタフィジックでやっぱりやっていく面があるでしょ一面では、と同時にね、つまりアルチザンとしてのね
きちんとしたその技術的経験というのを持ってたんだ彼は。だから彼が演奏の度ごとにね、自分の楽器をきちんとチューニングしなきゃダメなんだって言ってね、前の晩チューニングするとか、あるいは音の立ち上がりっていうのが大事なんで、立ち上がりのくっきりした音でなければね、あの音楽っていうのはダメなんだって若いやつに説教したりさ、それからあの音の構造についてね、例えば俺がサックスを教えるときには楽器の扱い方を教えるよりもまず体の立ち方から、その楽器の構え方から教えるんだ、つまりいい音っていうのはね、いい体の姿勢にしか対応しないんだから、そこからやるんだっていう風なね、僕ね意外に語られてないけれども、ローマン的なその阿部薫の伝説の背後に、そういうね、あのなんていうの、きちんとしたねミュージシャンとしての冷徹な、だから彼だってね、僕はああいう破滅的な生き方をしたけれども、やっぱり書生っていうものだってね、十二分にあのやっていける人だったと思うし、それから無口だったけれども、もしも彼にその本当に言いたいことをじっくりとね聞く体制で話させれば、俺は大変あのちゃんとしたことをね見事に言い切った人じゃないかと思うね。だからアンダーグラウンドとかさ、フリージャズっていうとなんかめちゃくちゃやってるっていうねイメージがあるけどね、やっぱり今のこの音聞いたってね、こんな綺麗な音ってのそんなないですよ。僕は素晴らしくない音が素晴らしいし、また計算し尽くされてその計算からはみ出した部分もあるし、俺はすごいと思うね、そういう意味でね、意識と無意識の狭間をね極限まで追い詰めたっていう点でもすごいと思うんだよ。昔の文化ってなんかそういう風俗でね、なんか暴れてたとかさ、なんかぐちゃぐちゃやったっていうだけでね終わっててね、そこでそれじゃ本当おそらくその阿部薫の音楽聴いたのも今日初めてだろうしね、そのテレビ見てる若い人たちなんかはね、だからそうじゃないんだよね。だからあのちゃんとそう、もう本当にその小さいその、あの、まあ、昔はちょっと大きかった、今は小さいかもしれないけど続いてるんですよね、うん、この流れがね、でまた少し大きくなってるんですよ今。あえて そこに天才って言葉を付け加えるんだったら、彼の持ってる音そのものがね、やっぱりものすごく透明だしさ、ものすごくね明るいしさ、それからものすごくある種のその哀愁っていうものを表現できる幅も持ってるし、そうですね、人を引きつけるものがすごくあるじゃないですか。して二十数年経って、あるいは三十数年経ってね、今なおね91年から21世紀に向かおうとしてる俺たちに対して、やっぱりね、いやーこの音好きだなっていうふうに思わせるところがやっぱりあるんですよ。今あの聞いててね、あの三上寛さんとかなり微妙な話してた、あのアカシアの雨が流れてた、それから低域から高域の方にあの上がっていった、高域のオクターブキーを使ってしきりになんかこう訴えてた、で、あ呼んでるねってことで意見が一致した、あんた入っていけるかって言ったら、俺は今入らんなっていうふうに三上さんは言った。でまさかあそこのところで4ビートのシンバルレガートがね、くりゃいいという、そういうことじゃあるまいねっていうことでも完全に意見一致したんですが、彼の音楽やっぱり過去じゃないなっていうのは、こうやって聞いてて、俺だったら、僕はジャズ演奏家じゃないけど、俺だったらこう入るんじゃないかな、もしその時三上さんがこういう風に入っていったら、またちょっとこうジャズの流れが変わっているようなところがあって、で天才がどうかっていうことになると、彼は明らかに天才ですよね。というのはあのメロディーがあるから、天才ってのはあの、実は静かなもんなんで、鬼面人を驚かすような言えば、いかにも天才的ってやつに天才いたためしかない。だからね、今そのこの阿部薫の音に反応できないっていうのであればね、ちょっと絶望的だと思うんですよ。俺それ感じだな。パンタなんかどうなんだろう。反応できない。わかんない。そうか、わかんないけれども、たださっきの石さんの言葉じゃないけれどもね、刹那的って変な言い方でしたでしょ。だからやっぱりその時時代においてね、普遍性のあるものっていうのは歌は意味が変わってくるわけだよ。例えば、歌詞のある歌に関してはそうなんだけれども、それが例えばアバンギャルドっていうのはその刹那しか生きられない。でもオーソドックスなやっぱり人間の感性を訴えるものであれば、その時代時代において意味は変わってくるけれども、生き続ける、歌は吹けないんですよ。歌は吹けない。歌は吹けないと思います。吹けない、要するに老化しない。ああそういう意味で、ただね、それはほらその生きてるさ、場合だよね、やっぱり、ミュージシャンやっぱり自分の音を出すのはその人が出さなきゃいけないから。でも死んだ場合はね、だからその残ったものがね、ある程度いや俺ここ受け持つわっつって、その彼が一人でやったことは100人なら100人1000人なら1000人でね、少しずつ現役のミュージシャンがこう分け合わなきゃいけないもんだと思うんだな俺は。
だからやっぱりこの13年のね、十数年という時差ってやっぱすごい大きいと思うんだよね、うん、例えば今あの聞いた時のその感じる透明さ明るさ、それはもちろん彼が持ってたもんなんだけども、やっぱりそれを明るさと感じてしまうっていうのはやっぱり、ね、時差の問題があると思うんだよ、うん、あ、なるほど、ね、やっぱりね、77、8年に生で彼を聞いてね、明るいとは誰も言わなかったと思うな、うん、そのね、あ、もちろん明るさはあるわけだけどさ、その明るさをその明るいというふうには誰も言わなかったと思うんだよね。その例えば時差を置いた時にあの過去を語るのが一番難しいのはさ、例えば、うん、あのまあ伊助さんにしても僕にしても60年代をこういろいろ生きてきちゃってるわけでしょ、そうすると60年代なんて言ってしまうとさ、61年から69年までが10波一からげになってね、すごい激動の時代を生きましたねみたいに言われてしまうけれども、いやだからそれはね、うん、その要するにそのあの今その、まあ、実際僕なんかでも、うん、いやこんなに綺麗だったかなっていう感じがあるわけでね、うんうんうん、それはいいんだと思いますね僕は。いやいや、そう、うん、いい悪いを言ってるわけじゃない。いやいや、それね、相倉さんね、うん、同時代の人間の方が目が曇るってこともあるよ、うん、そう、もちろんそうです、ね、そうです、同時代の人間の方が絶対もう後の人間に聞けないものも聞けるし、うん、また後の人間の方がその時代の人間のね聞けなかったものが聞ける時もありますよ、うん、だけど大体ね何十年か経っちゃうとね、うん、その音にやっぱりこう自分に訴えかけてくるあのあれってなくなるよ。昔もう一生懸命こう勉強するようなつもりでね、うん、もう対決するようなつもりで、うん、ジャズ喫茶で頭うなだれて聴いてた音楽が今、うん、なんかこうバックグラウンドミュージックみたいに気楽に聴けしまうっていうようなこともあるじゃないですか、うん、そういう中でね、うん、やっぱり確かな手応えあるよ彼の音っていうのは、うん、さっきね相倉さんがおっしゃってたことなんですけどね、うん、あの俺には明るさっていうのは感じないんだよね、うん、ただあのさっきそっちで話してたんだけれども、うん、あの 間の話なんだよ、やっぱり間を感じるんだよ、うん、あのロックのビート感とか言うんではなくて、やっぱりあの俺ギタリストがねフレーズをブワーって弾きまくるの大嫌いなんだよね。なるほど。でやっぱり歌ってほしいわけよ、うん、でブレスがないとねギターにもね俺苦しくなっちゃうの、ソロ、うん、それはやっぱりそれ阿部薫っていう人はね、うん、音をどこまで消していけるかっていうことを考えた人だろうと思う、うん、音楽の戦略として、どれだけ少ない言葉で、うん、もうどれだけその単純な短い言葉で、うんうんうん、だから言葉をそのさっきの弾きまくると言ったけども、うん、たくさん その音符を重ねていくってことではなくてね、うん、つまり極限すればもう沈黙まで、うんうん、ああ音楽まで、そういうだから間というのはさ、すごく分かりますね、むしろそういうことだろうと思う、うん、だから戦略としてってね、つまりあの言った、まあ、思い出したんだけど、結局その音楽っていうのはその戦略としてね、もうこれ 100% 勝ちの姿勢だと思うんですよ僕は。絶対音楽は負けないと思うんだよね。だから阿部薫がいなくなってもやっぱ同じことやると次々出てくると思うね、うん、うん、これは、うん、やっぱりね今まであまりにもねそのいや音楽乗ってりゃいいじゃないみたいなね、うん、そういうねつまり戦略みたいなことが言わなされすぎたんじゃないでしょうかね、うん、やっぱり日本だってあの他の国の人たちってのはもっと音楽を武器として使ってるよね。なんかその日本のミュージシャンってのは本当にこうあの音楽をなんかこう非常に次元の低いその生活の糧のみだったりね、うん、なんか名声のためのみだったりするでしょ。やっぱりもっと大きいその敵っていうかな、そういうものとやっぱり勝負できるために音楽があるんだなと思いますね、うん、芥さんから一言ありそうだね、これは。例えばロックっていうのは出がやっぱり乱暴ぐらいから来てるから、どうしてもあの沈黙を剥がすと色彩なんだよね。だから音楽というより僕はロックは色彩だと思ってる。だからロックから色彩を全部剥ぎ取れば阿部薫になるところもあるし、じゃあ阿部薫何やってたっつったらロックに対してはやっぱり沈黙を彫刻し続けたみたいなね、うん、その沈黙を彫刻するために音のオブジェをある感覚でこう的確に置いていくみたいな。だからね、ロックってのはね、うん、俺30過ぎてもねやろうと思ってできると思うんですよ。それとね、うん、あと一個はじゃあ安倍は何だっていうと、まあ、うん、一応ランボー見たか疲れた時もあったけれども、音楽はやっぱりロトラーモンだと思うな僕はな、うん、あの海の深さとさ響きの、うん、だからもう一度ねやっぱ空前のジャズブームが日本を襲わなきゃダメだね。みんな中学校卒業してみんなラッパ吹くとかねピアノ叩くっていうこれ一回やんなきゃダメですよやっぱり ね、いきなりロックじゃダメなんですよ、うん、やっぱりジャズが鳴ってないとやっぱりと思うな。いやだからその辺でさ、僕はカンちゃんの意見にさあの意を唱えたいのはさ、だそういうベースがあるとはあんまり思えないんだよね。あの今津軽ジョンガルじゃダメですかね、三上さん。
セカルジャージというのはあれはまたあれでね、まあ、気になってますよ。黒こんなって動いてるわけだから、ある意味ではボブマリー的な天才いるわけだし、やっぱり神の領域だと思うよね。だからある時期からね、つまりその権力っていうか、そういうものは音楽は危ないもんだなと思い始めてきたよね、ここ7、8年前から。でやっぱりね、かなりね、その目の敵にっていうかね、じわじわとプレッシャーかけてきてることは事実ですね、これ。初めはまあ適当にやらせておけってなことでね、やったんだけども、どうもなんか死なないなと、なかなか。そうだね、だって インスピレーションはね、権力じゃどうしようもないさ。そう、うん、それがある限り大丈夫でしょ、かつてその三島由紀夫と対峙した芥田さんたちの世代に対して山川君は一言あるべきじゃない僕はね、まあ、この中で一番ね、ガキなわけですけど、音楽っていうのは例えば小説なんかと違って、それを抱えて置いていけるもんだと思うのね。つまり小説っていうのはもう書いちゃったら書きっぱなしでもいいわけだけど、音楽っていうのは同じ曲を書いてもそれをライブで演奏したりとか、抱えながら自分が年を重ねていくことができるものだというふうに僕は思っていて、まあそれが一番音楽の素晴らしいところだろうというふうに思うんだけど、安倍さんのサックスを今日まあこのスタジオで聞いた感じでは、置いていくって感じは全くしないよね。だって小説だって置いていけるんじゃないの。いや小説は書いたら書きっぱなしだよ、あれは。で他のことをやるんだったらまた次の曲ないのも時々あるんじゃない、書けばいいわけだけどでその安倍さんのサックスがその僕は明るいって感じたんですけど、それは91年だっけ、今91年の12月何日、今現在僕はそう感じるけれども、その明るさというのは滅びの直前のね、明るさみたいな、まあ魂だな、昔実朝がさ、人も家も明るいうちは滅亡せぬみたいなことを言ったじゃないですか。で明るさが本当の滅びの姿なんだっていう、だからその音楽をもってそれで滅びていくんだってことを、まあ、それで安倍さんっていうのは多分自分がそうなるだろうということをある程度予知はしてたと思うんだよね。で、まあ、さっきパンタと向こうで話してたんだけど、ミュージシャンでそういうふうに滅んでいく人は結構少ないって話をしてたんだよね。でなんでかっていうと、音楽ってものすごいポジティブなもんだからさ、音楽を演奏しながらさ、その死の一点へ向かうみたいな行為ってのは非常に珍しいと思うんだよね。だから本当になんか不思議な感じがするなっていう。でもブラックミュージックのジャズの系譜にはぴょこぴょこいるよ、安倍カウル的なのは、安倍カウルまで絶対的に推し進め得なかったのも入れればいい。だからね、その音っていうのはほらその人のまあその生理的なものっていうかさ、かなりその支配したりするけどもね、やっぱり今こう安倍カウル語るんだったらね、やっぱりその彼のやり方っていうのかな、そういうことじゃないかなと思いますよね。あいつがその、まあ、方法っていうかね、それはもちろん今はもう当然十分使えるし、使えるどころかもうそれしかなくなってるぐらいのもんだしね、やっぱりそれはやり方としてやっぱりその受け継いでいくっていうか、それはだから例えば地球がさ、音楽でできているってみなしきってね、何年間生きなきゃなんないよ、まあ、そういうやつが出てくればまた別だけど、例えば全人類は悪徳の海原でしかない、人間なんかどこにもいねえっつってこう天体に向かってさ叫んでたロートルはもう音楽家だと俺思うけれども、いやそれだから昔からそのすればそれはそういう連中は相当数多いですよ。だから僕は多いと思います、ね、ロートルアモンが二度と出てきてないけど、あれから100何年経って、そのように安倍カウルもまた出てこないことを祈るけどねいやだから今のほらつまりオタクとか言われてる連中ってのはさ、かなりそこまで行ってますよ。っていうか音楽ってさ、その時代時代のもんだと思うわけ、時代の子供だと思うんだよね。だから例えば安倍カウルみたいな人が二度と出てこないってのはこれは当然だと思うんですよね。そうじゃなくて今我々が音楽をどう捉えるかっていう時に安倍さんのサックスが我々にどう響くかっていうことが問題なんじゃないかなっていうふうに思うけどね。いや俺はね、その例えばそのジム・モリスンでもね、そのまあ地味編なんかの俺死に方とちょっと違うような気するけどね、やっぱり時代と一緒に死んだんじゃないような気がする、もし死ぬんだったらね、やっぱり72、3年ですよ、やっぱり78年で死んだ、しかも29、30を超えれなかったっていうところにね、これはものすごくこだわりたいね。いやだから時代は彼を誤解する道具に過ぎなかったよな。そうですね、時代はね、時代とのまあ関係で言うんだったら、ね、ただ一木さんが安倍薫が明るいって言った時ね、一木さんよほど暗い魂持ってたんだなって反射的に思ったんですよ。いやだってもう今のそっちの方が聞きたいな。今のだってソ連邦の消滅が音楽に関係しないわけないじゃないですか。だって相田明はさ、ちゃんと彼はそのなんていうか音楽プロパーじゃなくてね、例えばノバリスの青
それからニーチェの白、それに拮抗してマルクスの赤、それから黒のセリーヌっていうのはね、4次元からやっぱりこう生存っていうものを捉えていこうとしてるわけだから、アントナン・アルトの焦げ茶色、そうその当時のね、あの批評家でさえもね、それくらいのきちんとしたものだったんだから、ニジンスキーのレモンイエロー、だからね今大変ですよそれは。さっきだからね、あのアルトさんとしばらく便やってね、俺たち20年前にやってたことと今日あるね、そのソ連どうのこうのって関係なくねえんだよなっていうことね。いや関係なくないよ、いや僕はねさっきね60年代って話してたけど、実は50年代の子なんだよね、我々は全学連じゃなくて都学連の子だからさ、50年の子として言えばね、実にあの当時はねまだ明るかったんですよ、もうバカみたいに明るかったから、例えばその後でもね、あの安倍薫の音が暗く感じられたかもしれない。そら原爆があったから逆に明るかったんだわ。うん、そうかもしれない。今の方がはるかに暗いよ、うん、もう俺なんか本当に暗いよ。そうだと思います。原爆消滅したからね、だから安倍薫までは原爆の残像あったんだよな。だからやっぱりね、音楽はね、やる人間とね聞く人間とのね二人のやっぱり対話ですよ、うん、それは巫女だってさ、一人でぐちゃぐちゃ言ってるわけじゃないんだから、だからさっきもね、その平岡さんがピッピッ、あ、呼んでる呼んでるって言ってたんだけども、うん、結局その時そのミュージシャンは誰も行かなかったけども、結局ママさんがね、行ってるわけですよ、うん、そこにね、うん、つまり、うん、だからとりあえず、つまり安倍薫っていう人物をね、神殿の中に奥深くさ、囲ってしまって、前に柵を作るとか、そういう感じにはしたくないと、うん、そうですね、一番前に持ってきたですよね、一番前に持ってきてね、とにかく音を聞いて山川さんみたいにさ、うん、あるいはあんたみたいに俺は感じないって言えばね、それはそれでさ関係の仕方なんだね、うん、それはもう好き嫌いとか、うん、そういう範疇でもないんですけど、うんうんうん、いろんな、うん、僕も年が食っちゃってるけどさ、やっぱり呼ばれても行かないぞっていうさ、あのそのストイックに行かないぞってあれがあるんだよね。ただ大きい流れとしてさ、うんうん、やっぱり土着ってのはね、その新しい科学だって感じしますね。いや、そう、いや、それ違う、うん、なんかやっぱり土にこだわったりするっていうのは確かにその、まあ、ダサいっていうふうになるかもしれないけど、そうじゃないような気するな。やっぱ大昔の人たちとかね、そのまだそのうんことかね、そういうものと一緒にこう暮らしてた、例えばその死人とも一緒に暮らしてた時代っていうのは、もっともっとねこう科学的でね、あのやっぱりこうロジックなんかもあのいろいろこうカラフルで面白かったんじゃないかって気しますけどね。うん、まあ、書店祭の死体と一緒には生活してたよね、あいつ、うん、さあ例えばニジンスキーの死体が脇にあったり、うん、セリーヌの死体が脇にあったりね、うんうん、だからそういうね生き方が、つまりミュージシャンとしてさ、まあ、最初にやったっていうか、いやコルトレーンのまだ腐りかけてる死体からペンペン靴が生えてきて、バッハのジョン・パッションの綺麗が鳴ってるとかさ、そういう光景の中であいつは自分の音を磨いてて、俺、ねうん、なんかやっぱり20年やってきて、やっぱ最近ようやくそういう心境になったんですよね。その死人っていうか、あの死んだやつのこう音が聞こえてきたりするよね、実際演奏してるとね。カムリジローは24年だよ。カムリジローだってのも、あれもええかって、またね、あれもいや一番近いんじゃないかな、だけど、うん、何言われ方としては、つまりカム、まあ、カムリジローとまたね、ちょっといきなりこうくっつけるのもおかしいけども、だって演歌だってまだそのいわゆる巫女になるっていうことにねこだわってると思いますよ、うん、だからディオニソスになったんだ、あるいは月読みの巫女かな、うん、日本で言えばそうでしょうね、まあ、月読みの巫女っていう普通文学のまあ神なんだろうけれども、ね、同郷の話出してたけどね、うん、俺やっぱり道路のように一つの街道のように、うん、物乞いも通る、大名も通る、浪人も通る、いろんな人間がねそこをね通るようなその道というものを場として設定したわけだよ。パスカルに囲った場ではなくてね、動いてる場として、そう考えるとね、あのいろんなものがいっぱいあっていいわけだから、それをその排除していこうとする動きとか、他をこう落としめていくような感覚ってのは嫌いなんだよ。だから僕は安倍薫と冠次郎別に全然違う次元に置いてないですよ。これ全く同じ次元に置いて考えてるからね、全然いろんなです、うん、だから天才っていう時には天才っていうものをなんかもう普通の平凡な人と隔絶したすごいものというふうに捉えてないんだよ、うん、髪の毛が茶色いとかさ、うん、ここにあざがあるとかさ、いやそれはね、例えばロックの中でも、うん、やっぱり僕なんかも全然嫌いなものもあるし好きなものもあるし、ただあのいろいろお話を伺っているとね、うん、あの例えば60年代70年代の頃の僕なんかがあのジャズって嫌だなと思ったのはね、うんうん、あの例えば言葉で説明できないもんだから、うん、あのゴミの塊刺してねね、これがジャズなんで、こういうふうに聞こえてしょうがないんですよ、今の会話聞いてても、うんうんうん、いや昔はいやらしい、うん、なんていうの、それ僕もやっぱり五所川原にいた時はね、そう思いましたよ、うん、あの俺たちが学生服でさ、うん、つまりその入ってる時にね、うん、そのアイビールックで決めてね、うん、なんかイエーなんてやってるわけでしょ、20年で、いやな連中だなと思いましたよね、うん、
そうやっぱり、ね、ジャズの人は結構排他的な感じしたよね。いや、それは排他的だよ。最近やっぱりね、ジャズは排他的で、あれがいけないよ。動画的だよ、うん、ジャズは排他的で、動画的だ。生な音でしょ、やっぱりジャズがいいの、やっぱり、うん、だってだからいいんだよな、単純かもしれないけど。俺なんかさ、50年代にさ、ディキシランドジャズをさ熱中して聴いて、どれだけ軽蔑されたと思う。俺もこういう人たちにさ、モンティーサンシャインですか。そうそうそう、ましてさ、ディキシランド、ヨーロッパのディキシランドなんてのを聴くなんてのはもう本当に信じられないと思われたらしいけども、うん、キース・リチャーズはあれいっつってたもんな。そうらしいですね、うん、俺たちもあれ聴いて育った。そういうね、問題があるんだよ。だからその意味ではさ、うん、行くところまでも行っちゃってる男だから、うん、さっきのあのパンタの意見は面白かったね。何ですか、え、この灰皿の上にこうタバコの吸い殻なんかいっぱい溜まったの見て、これがジャズだっていうふうにさ。いや、そういうの言うやついたんですよ。なんだ、君が言ったんじゃないのか。いや、僕じゃないですよ。だからそれ聞いて、あ、嫌だなと思ったで、じゃあ、いや、よく未来能力が超えてると思ったけど、うん、まあ確かに肺が溜まってるという意味では排他的だという人がいる。岩手から喋りに来たの。この人はね、日本のジャズにこだわってね、で僕はもうしょうがないから縄文ジャズってつけたんだ。それその縄文ジャズをずっとやってる人でね。縄文の酒もあるっていう。10年前にありました、ね。あ、そうです。全然変わりませんね。あ、すみません。リボンがなかったけど、あの頃は。あ、これは4年前。テレビさんいいと思うのはね、あのビレッジストンパーズとかさ、うん、ああいうの好きだったりね、うん、もうその辺のこう定見のなさ、実にねこうフリーなんだよ、うん、そういうのって素晴らしいと思うよ僕は、うん、やっぱりフリーっていうのもいいんじゃないですかね。もういいよ。公共の電波使ってそれ言うんじゃないって。三谷さん、東北の人っていうのはさ、本当だ、いやいや一緒にしないでください。いや、東北人が口も盛りがちだったら全く嘘ですから、ね、そうだよね、それはそうだよ、うんうん、さっきカンちゃんがさ、うん、ジン・モリスンとさ、安倍カールは違うって言ったじゃん、うん、あ、どこがどう違うっけ。いや、だから時代と一緒にさ、死んだんだったら、うん、やっぱり72、3年で死ぬんじゃないの、うん、だって1978年ってさ、時代って言える時じゃなかったと思うな、俺は、うん、まあ、それも時代だっていう、それロングでさ、考えればそうかもしれないけども、やっぱりその人の時代認識ってのは割とね、短いもんだと思うよ、俺は、うん、まあ、それは世の中では10年単位で決めるけどさ、うん、やっぱり例えばその70年代でございますって言ったってね、それはやっぱり 1,2 年ですよ、その時大体ね、うん、じゃあ一番過酷なところは乗り越えたっていうことなわけ。そうじゃないの。ああ、そういう意味じゃそうだろうね、うん、だから吹かなきゃいけない時には俺吹いたと思うよね、あの軽々しく想像じゃ言えないんだけれども、あの素朴な質問なんだけどもね、いや、言っていいんだよ、要するに死にたくて死んだわけ。そうするとやっぱり72年で死ぬべきだったっていうのとね、やっぱり70、いや、それはね、パンタ、人の生き死にっていうのはね、うん、そういうもんですよ、うん、なんていうの、自分がどういうふうに考えてようとね、うん、やっぱり人は生きるべき時に生き、うん、死ぬべき時に死ぬよ、うん、だからね、その、うん、ある種ね、そのなんていうのかな、こうパッと見てね、あ、こいつはこだわりの中で死んだなと思ったりするとね、こっちも何かにこだわらないとね、謎解けないんだよね、うん、例えばの俳優の金子なんかでもさ、やっぱりなんかあるってこう匂うじゃない、やっぱりそれは普通にね、体壊して死にましたじゃなくてさ、なんかこの時期死ぬってのはおかしいと思うやつはね、やっぱり自分もなんかにこだわらないと謎解けないと思うな、そ、声聞こえてこないと思いますけどね、うん、まあ、死の話というよりさ、だジム・モリソンと安倍の違いだけど、まあ演劇だから演劇的に言うと、まあ、あのジェンドだけど、あれやっぱり青年オイデプスの話なんですよ。安倍川はやっぱりそういうお話抜きなんだな、もっと気持ち悪いところなんですよ、やってるのは。それと、まあ、似たところもあるけれども、まあ、似たところっていうのは安倍川よりもそのなんていうのかな、いや、いろんなものを、まあ、昔創造主っていうのがいて、いろんなものを創造したらしいんだ、地球もね、太陽も天体も俺たちも、とそのでそいつがいなくなったって言われて百何年経ったけど、ちゃんと確かめに行って帰ってきたやついないわけだ。と誰かは地震過剰で行くわけだよね。そういう意味では似てるね、ジム・モリスンも。うん、確かに。ただしやり方は全然。詩人はね、まあ歴史的に見てもね、まあいろんな詩人がいるけれども、まあ僕も含めて常に死というものと対峙しながらね、書いてきて、それでそれを乗り越えてですね、やっぱりポジティブにやっていくっていうふうな。
あの死を参加するんではなくて、まあ、詩人は死を参加してき ましたけれどもね、まあ、死の参加自体は演奏の中でことごとく参加してきてるよ。安倍薫は別に安倍薫だけやったことじゃないんだよ。それミュージシャンだったらね、かなり行きますよ。それは安倍薫だけじゃないですよ。じゃあジムモリソンの上には太陽が照ってんだよ、やっぱり、うん、割とあの古代の太陽な、あんなあの記憶の太陽じゃなくて。でも安倍薫はやっぱり月なんだろうな。だからロルカ的な雰囲気なんかもそこから出てくるし、ディオニソス的なあの雰囲気ね。だから原爆がバーンと来て太平洋が逆まいて、うん、ディオニソス誕生させる気配とかさ、そうすると三島なんかたまんなくなって腹かきって、うん、この血は俺の血だけじゃないぞっつってこう 文学を全部血の池の中に入れちゃうわけだけど、そうすると夏目漱石以来の近代自我を熱唱してきた文学ってのはそこで一挙に滅んでっちゃうみたいなね。しかし不思議だね、芥田さんは何年の世代ですか。21年生まれで安倍薫より4つ、70年代の大体世代になるわけですね。始めたのが67年で早かったから。しかし僕はね、学生の頃50年代ですけどね、なんかものすごく昔の友達に会ったみたいな親近感感じるけど、50年代的だよね、物言ってること全部本当に小さく聞いてると。すごい10代の頃はやっぱりその連中が頭に来るわけよ。そういう句だったんだな。そういう句だったんだな。それは安倍だって同じだよ。いやいや、これからは安倍一本でいいと思いますね、芥田さん。あれ一本聞いたらもう全部私は私一本でいけますが、安倍とは一緒に生きてる感じがする。後藤には嫌がるかもしれないけどね、安倍薫と芥田正彦の非常に共通点だ。ものすごい勉強家だってことホモロジーだ。ホモロジーだ。鈴木泉が書いてるよね、うん、あれは三角関係。安倍薫はやっぱり60年代のね、あのスタイルだって言ってるよ、彼女はね。だからそれは確かに感じる。だから60年代の、ね、後半あたりを引きずってるようなもんでないと、これから21世紀ダメですね。だから68年さ、68年の前後みたいなものね、あのあたりからね始まってるもんでないと先行けないと思うな。で声は響いてるよ、世界に。我々が60年代に盛んでた声が、例えばゴルバチョフみたいなやつの魂に入り込んで、すべてがなるし。そうだと思います。それは非常に良きことだとは思う。だから今のあっちの青年は大変だと思うけどね、10いくつから20いくつまでは。やっぱり突然建国の精神が新しくやってくるわけだから。でもそうやって60年代の声が届いてるにしても、例えば継承されてないじゃないですか。いやいや、それは直で。それはいいんですか。大丈夫大丈夫、絶対に。でもなんか最近音楽はまたちょっと良くなってきてますよね。力が出てるっていうか、そういう感じがします、ね、だからね、今彼女言って、まあ俺たちもちょっとこう考えなきゃいけないところあるのかもしれないけどさ、例えばね、俺が例えば19、20歳の頃っていうのは、ちょうど五木さんたちがまあ30代でね、そのまあ、ものすごく応援してくれたわけですよね。いいんだと、お前らやってることいいんだから。つまりそれまではその歌なんてのはある程度ちゃんと譜面も読めて、ステージ出るときはちゃんといいもの着て、ね、それで歌うもんだってのが大体70年あの辺りから、そのいいじゃない別にギター一本でジーパン履いてっていうことでね、やれやれって言ったわけでしょ、でまあやってきたわけですよね。で果たしてそんじゃ今のね、その若い連中にお前たちその、いいからやれやれって俺たちが言ってるかっていうと、事実としてはそうじゃないよね。ただだけどそれはさ、何もその人にどうのこうのってことじゃないっていう気するんだな。それは俺たちも求めていったわけだからね、それは、それでまたね、昔こうだったから今またね同じ年でそのそういうふうに同じことをやろうかっていうのもそれはおかしいと思うんだよな、あ、さっき音楽はいい方に向かってるっておっしゃいましたけども、どの辺で感じます。要するに70年代、まあ、60年代70年代の音楽が俺はまあ青春だったっていうこともあって、はい、すごくいろんなその音楽のイメージがね、はい、要するに好きなジャンルの好きないろんないろんなジャンルの好きな音楽がいっぱいあったわけですよ、はい、それが80年代になってなんかみんな一緒くたになったような感じがして、で俺はどっかでこうそういう時代の音楽とは離れたんですよね、レコードの買う枚数がまず減ってくるとか、でなんか音楽にこう入っていけないみたいなね。それは入っていけないんじゃなくて、自分なりの表現の仕方をだからそういう時代に自分はやってきて、それが結局最近こう思うことは、要するにみんながそう思ったんじゃないだろうかって物足りなさ、だから逆にすごく今またみんなが燃えてきてるような気がするんで、ミュージシャン自体がね、だからレコードも結構いいの出てますし、で結局それは何かって言うと、やっぱりその60年代70年代にこう完璧にこうなんかすごい時代だなと思ってた連中が、
物足りなくなった時にどうしたかっていうと、やっぱ俺なんかも結局演奏なんかギター一つ弾けないし、譜面も楽譜も読めないんだけど、なんか自分でももう自分がやるしかなくなってきてるなっていうのがこう80年代に感じて、で結局じゃあ俺もステージに立ってみよう。最近やってるね。いやだからね、僕はあの照井さんのところでね、あのずっとお世話になってるんですけどね、あの70だからその安倍さんが死んだ翌年だよね、79年にもう僕とあの古澤良次郎さんがね、デュオでねやりに行ったわけですよ。でもう最低の時だったっけ俺はね、79年、もう客はいないね、でチャージだからさ、ギャラなんてのはほら半分ずつですからね、500円とかさ、ね、いやこれ正月越せねえっていう世界みたいなことやってきたわけですよ、で、ま、ツアーして帰ってくら電気止められてる、ね、水も出ない、で70今これ月にロケット飛ぶ時代に水飲めねえ俺だけじゃねえかと思ったけどね、まあ、そうやって彼のところで演奏したりなんかしてたわけ、それたまたまねこの前あのテープ出てきてそれ聞いたらね、やっぱり負けてないんだよね、つまりその俺はもう完全にダウンしてたと思ってたわけよ、79年はね、まあ俺これは個人的な話で申し訳ないんだけども、その時の演奏聞いたらね負けてないんですよね、それでまたね、よしみたいなことありましたよ。単純な話だけど、安倍薫ってのは貧乏だったのか。それはもちろん、だから明日演奏だってのにほら楽器屋視野に入ったりして3時間前に取り入ったりするわけじゃん、こっちも子供の魅力だよ、ちょっとくすね今だから本当客は来ないですよね、ただ開けたの店なんてさ、出てるミュージシャンがさ10人で客1人とかね、それは地方だと同じです。そうですよね、もう本当に2人3人5人での世界でやってますから、でもまだ東京はねギャラっていうか足代がない分ね、楽でしょうけどね。この間行ったんだよ、あの陸前高田の上流に、したらさ客もいなければね、主人もいなかった、誰もいないから名刺一枚って書いてあった。いや一応ある種の問題なんですよ、だからその照井さんのところもほら もともとジャズ喫茶だったんだけども、やっぱり西も幸も行かなくなっちゃって、しかし彼はずっとねやってますけどね、トシコマリアノを読んだりさ、そういうことでね、それ他のステージでやるでしょ、会館借りたりして、やっぱりねライブってのはやっぱその場でね、みんなの音出したら少しずつ混じってんですよね、あの一つは屋上かなんかでやったのね、ゴルフ場の練習場かなんかでやったのね。日本ジャズ祭っていうのをあの4年に一度オリンピックみたいにやってるんですけど、まだ2回しかやってないんですけどね。いやー偉いよだけどあれはね、まあ、結局俺はあのなんていうかまがいものっていうか、みんなこうコピーをなんかで満足されてた時代があったでしょ、そういうんじゃなくてやっぱり自分が言いたいことを言ってるミュージシャンを集めてやったら何ができるだろう、それはあのいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、なんかその時代の音っていうかね、その時の音、それであのこっちが要求するんじゃなくて来てその場であの自分がやりたい音をそれぞれ勝手にやってもらうって、まあ、三上さんも一度で2回目には司会をやってもらってますけど、あの日本ジャズ祭と名打ってもいろんなジャンル あの今をなんか生きてる人たちを集めて、ただね俺一つだけこう誤解されるんじゃないかと思う時あるんだけどさ、例えばそのミュージシャンなんだからね、そのどんな場所でもその演奏できてさ、その何か持っていなきゃいけないっていうのももちろんあるんだけども、やっぱりそのなんていうかな、マイクも少しはいいもの使いたいとか ねそういうことはね、やっぱ僕らその要求していいことだと思うんだよね、ミュージシャンやっぱりあったかいところいいと感じでやりたいわけだしさ、俺なんかは逆にね、今はほとんどマイクを使わせないんですよミュージシャンに、もうあの例えば何人の編成だろうが一番低い音にはあの小さい音には合わせてくれないかって、その方が聴いてる方としてはあの一応、まあ、ミュージシャンの立場になるとどうか分かんないけども、でも実際聴いてる方は一番いいんですよね、じゃあ僕はできねえや、できますよ、あの昔60年代から70年代かけてあのブラートークジャーっていうのがそのソビエトのアンダーグラウンドでソ連のボブ・ディランなんて言われて出た時代があったでしょ、全部あのちっちゃなカセットテープで撮ったね、それはひどい音なんですよ、あのサミズダートっていう地下出版ですからね、その後にビソツキーが出てきて、これもねやっぱりねきちんとした音なんか全然できてない、だけどやっぱりねそれが訴えかけてくるものってのはすごかったんだ、だからそのこともやっぱりね今のこれだけ技術が発達してね、三上さんの意見は俺はその通りだと思うよ、思うけどもありとあらゆる意味でねこうテクノロジーっていうかそういうものが音楽の中で大きな位置を占めるようになってきて、僕ある時そのミュージシャン呼ぼうと思ったんだ、そしたらその全部そのカルテットを
東京から呼ばなきゃいけない、うん、PA の人は東京から 専属の人を連れていく、条件があまり出すぎてね、うん、そんな風にしてやらなきゃいけない音楽って一体なんだとかっつってね、突然断っちゃったことある。いや今の話は両極端だけどね、うん、つまりそのジャズあのねジャズのそのテレビさんの言い方はすごく分かるんですよ。それでね、うん、僕らもそのジャズ喫茶でやってね、そこの音の感じが分かるまでね、結構その行かなきゃいけなかったり、うん、あるいはその人間関係を分かんなきゃいけなかったりみたいなね、うん、誰と誰ができててさ、あれは神さんだなとかね、な割とそういうとこまでねやって初めてね、その集中できるわけ。ジャズの音がだからそういう意味で非常に贅沢に聞いてるわけですみんな。だからあんまりそういうこと言うとやっぱ孤立しちゃうんじゃないかなと俺は思うわけ、うんうん、話も面白かったのさ、すげえもの用意しろって言うんじゃなくてね、あのワンサイクルこう、うん、ワンオが描いてね、ちょうど60年代の初めにさ、うん、僕なんか司会始めた頃の状態になったらね、うん、なるほど、うん。さて、実は高校生の時、あの松坂さんの店パスタンで初めて阿部さんの音楽を聴いて影響されて音楽の世界に入った大友義秀さんという方がいらっしゃるんです。で彼は今アメリカとヨーロッパにツアー中ということですが、そのツアーの出発の前日にこの番組のために、お話を伺わせてくださいました。そちらご覧いただきましょう。福島にパスタンっていうお店があって今でもありますけども、そこに阿部薫さんがよく来てたんですよ実際に。で生演奏もあって、だから僕にとっちゃ本格的な生演奏を聞いたっていうのは阿部薫さんが最初だったかな。それまでは音楽っていうとレコードかラジオだったですから、だから生演奏っていう意味のショックもあったんですけど、うん、そういう意味でショックだったですね、まず最初見た時に。うん、あとそれ以上に何やってるんだかわからなかったな、何なんだろうこの人はっていう感じで。でも当時70年代の高校生の子供にとっちゃかっこよく見えましたよね、見た目が。あの音楽は何やってるかわかんなかったですけど、阿部さんと同時代に生きてきた人みたいな思い入れは僕には全く正直言ってないんですよね、うん、ただ70年代もっと前から言うと多分60年代くらいからあった、これは僕の勝手な呼び方なんですけど、エネルギーミュージックっていうか、やっぱフリージャズとかフリーインプロビゼーションに向かわせた自由なスタイルっていうのは、忘れちゃいけないなというよりは自分にとってはすごい大きなルーツになってるんで、それをそのまんまやる気は全くないし、僕はもっと自由なスタイルを自分なりにやっていきたいと思ってるんですけど、そのエネルギーミュージックの持ってる質感みたいなものは、今でも十分評価していいんじゃないかなというか、それは振り返るっていう意味じゃ全然なくて、僕自身は実際振り返る世代じゃないんで、まあ僕が自分でやり出す前の一つ前の人たちがやってきたことっていうのは僕なりに活かせるんじゃないかなと思ってます。ただ全く同じスタイルにはならないっていう感じですね。
ろいろ感じるところが多いですね。ハイクラさん少し解説を。解説をったって困るな。今日やっぱりねこうやって話してて一つだけやっぱりメンツが一人二人足りないなと思ったのは、今のやっぱり、コンピューターミュージックだとかね、それから、スクラッチやってる今の DJ タイプのね音楽ディスコサウンドなんかをさやってるようなもう世代の代表がさいてその辺の立場から突き上げてくれるとすごい面白かったんだよね、うん、黒人音楽なんかのほとんど特にディスコ系の黒人音楽のもう9割までがあれでしょ、ありものの音をどうつなげるかという姿勢で言ってるから、だからジャズだとかあるいは阿部薫の音楽とは一番対極のところにあるわけですよね。そういうのを見ててそれがいい悪いじゃなくてね、そういうところを全部見てて、いや果たしてじゃあ安倍川の音楽を継承するような、そのさっき僕がさ、カンちゃんに聞いたそのそういうベースがあるのかねっていう疑問を感じたのはその辺なんだけどね。いうかこういうのね、ごめんなさい、いいですか、うん、こういうのってね、ジェネレーションの問題じゃないと思うんですよね、僕。だから世代の問題じゃなくて、資質の問題だと思う。それで、いやもちろん僕はこの安倍さんの、サックスっていうのはすごく来るものがあるけれども、そういう世界に僕が行かないのは世代的にどうのこうのっていうふうなことではなくて、自分の資質がそうしてんだと思うんですよね。だからあんまりジェネレーションとか70何年とかっていうふうに言っちゃうと音楽そのものが見失われてしまうっていうか、で僕は音楽に対する考え方っていうのはちょっとずつ前に行けばいいんだと思ってるわけ。だからまあそれは僕が大好きなローリングストーンズにしたってそうだけど、自分はポップミュージックをやるんだと、でポップスなんだと、まあロックンロールだとポップスなんだと、でそのポップスをやりながらちょっとずつ新しいことを付け加えていけばいいんだっていうのが僕のその音楽に対する考え方なんですよね。で安倍さんのやつを聞くとちょっとずつ新しいことを付け加えるっていうんじゃなくて一気に行きたいっていう、で一気に行くとそれは帰ってこれなくなっちゃってもしょうがないかなっていうふうに、いや山川さんのあれ聞いてるとやっぱり人柄がよく出てるよ。そうですか、うん、やっぱり前向きなんだよ。それはね、僕はね前進っていうものにもう本当に焼けさせてるんだ。後進っていうこと、後退じゃなくて後進っていう言葉があってもいいだろうと思ってる。でやっぱり我々は階段を上がっていくってこともある、明日へ向かって一歩一歩進んでいくってこともあるけれども、階段をですね本当にこう優雅にね、しかも美しく降りていくってこともあるでしょ。やっぱり僕は今時代っていうのはやっぱりダウナーっていうか、滅亡への道をですね、どう降りていくかっていうそこに差し掛かってるだろうから、一歩ずつ前へって言ったけども、一歩ずつ後ろへ下がっていこう。で今なんとなくその安倍薫がどっかのライブで吹いてたら俺は聞きに行きたいっていうふうに思うのは、彼はやっぱり取り物直さずね音楽の死の方へね、むしろその一歩ずつね、あの時代においてだよ、つまり耐震というか更新していこうとしたね後ろへ進むという、そういう人物だという気がするのね。だから僕ねやっぱりね山川さんにもね世代的なある種のその刻印を感じるわけ、それはやっぱりロックンロール前向きだよ考えてみりゃ。いやだけどねロックンロールは前向きだってのはね一つの僕は妄想だと思います、幻想だと思いますよ、だってストーンズなんか今聞いても全然面白いと思わないもん俺は、一番最初のアルバムはちょっと聞いてないけどね、面白いと思うからさ、うん、だから爆発宇宙に沿ってくやつと収縮宇宙に沿ってるやつの違いだよ、なんか、それはだからラモとロートライムの違いもそうだし、今のほらコップが落ちれば割れる、だから1ミリずつ割れていくっていうのもあるけれども、割れたところから始める場合ね、で死をものすごく濃密にしていく、だんだん使った死が濃くなってくるスタイルっていうのかな。だから例えばクラウスのみなんか聞くとやっぱり安倍薫の静けさを思い出すしね、本当に後ろで安倍薫いそうな気がするし、晩年の二項なんかのジェンド聞くと女が天才に惚れるってのはこういうことかとかね、また何度も何度もジェンド、あいつ歌ってるから最初は少女のように記憶喪失の、晩年の違うでしょ、日本でやった時のジエンドなんかすごいですね。ねどうかね、まあ2個の話はいいですね。そういう意味では世代は確かないとは思います。クロノスカルテットなんかはさ、やっぱりクラシック音楽の解体の方へね、死滅の方向へ向けてもやっぱりゆっくりと確実に進んでるっていう感じがするんですよ。ただどうですか、僕ね、その死滅の方向へ歩んでるとかっていうような、パターンとはちょっと安倍薫違うニュアンス。例えば安倍薫の力はこうエイズの力に近いとかね、アントラアルトがペストだったように例えばさ、やっぱりエイズになりたくないから安倍薫聞かないとか、
だからそれ聞くことだって勇気若干必要だよね。それはやっぱり健康なものっていうのにはどこかに死の影っていうのがありますよね、うん、だからその死へ向かって歩くんじゃなくてむしろその自分の死への その道のりみたいなのをこう見つめ切った透明さだっていう感じがするんですね、うんうん、だからなんかこう、うん、そういうと違うかね。モーツァルトは美だ美、刺繍が漂うような気がするけどね。美のまた的な運動っていうのをやっぱりおっかないな美っていうのは、うんうん、あるじゃない、うん、あの俺例えば金閣寺見て火つけるやつが来たりさ、うんうん、ああいう感じ。俺は今交代の時期、どんどん交代してる。信頼まで交代したもんね。ただ人間が人間取り戻すには収縮宇宙の時間がないとまずいんだよ。宗教が流行っちゃうんだよ、うん、それでね、安倍薫が何をやっていたかって、やつは美の法則で生きてたなってことはなんとなくこれで分かってきた。神秘学だね、うん、美を裁く、そういうことだな。それでね、継承の問題は俺それほど、心配していません。心配してないというのは変な言い方だが、例えばニジンスキーの話が出た、うん、ニジンスキーはブルース・リーが継承してるからね、うんうん、これは俺が言ったんじゃないぞ、うん、さっき言ったあの大和屋時空な、若松浩二のグループの、うん、まあ、安倍さんの両性具有ってことではニジンスキー的な両性具有もちろんあるし、それから、ね、もっと単純に飛ぶよ、ね、その頃安倍薫っていうのはさ、その要するに、まあ、昔のミュージシャンっていうのはこちら側のね、うん、ことを、つまり仲間のことを表現したわけじゃない。今つまりその敵のことばっかり表現しててね、つまりなんか俺はそういう感じするわけ。いや、うん、敵を何が敵なの？え？それ権力ですよ。いや、権力も超えてく美の運動ってあるじゃない。そうだよね、あるね、うん、だからそうだよ。それはだからさ、言ったじゃないですか。日常性にさ、引きずり込まないでほしいよと。それ価値の問題なんだから、それは超えてますよ最初から。だから超えてるからっつってさ、戦わないってことはないでしょ。だってだ地獄の目地獄で行けば、だからそのあの汚い超えた超えたなんて簡単に言ってもらっちゃそれは困るじゃないですか。これたらまたやめていいわけ。ボートで乗ってる少年のような気がするな。とりあえずあるわけでしょ。敵ってのあるんじゃないですか。そう、僕はありますね。自分の怠惰とかね、ええ、その次元だ。そういうことじゃないんだな。どういうことだと思われますか。もうちょっと具体的にお話しいただけます。あ、北さんが言ってくれてるよ。もう、もうだ、強いて言えばもうちょっと噛み砕いて言っていただけますか。ごめんなさい、私学がないものでちょっと分かりにくいんです。学じゃなくて、だからさ、その例えば自分のが人間だと分かったとき、およそ一人の人間をちょっと質に取った感じがあるわけですよ。もらっちゃったっていうね。そしたらこいつどう使ってもいいなとあるやつは思う。そいつにいろんなことを仕込んでったり刺激加えたり、嫌な方嫌な方へ押し込んだりしながら、いろんなノウハウ取ってうまく集めてって自分のスタイルに変えていくっていう。だから逆に言えばラッパ持つときに脊椎こう抑え込んでって、カビの組でこう締めつつ吹いていくみたいな、まあ、そういうスタイルが安倍以外にないから。俺の範疇で、僕はあの10年前にね、その安倍薫さんのテープをね、健城徹氏に借りたんですよ。まあ、友人なんですけどね。でちらっと聞いたことがあるんですけど、それはなぜかっていうと、五木さんが週刊朝日にお書きになってたから、あのそれを読んで、僕は知らない人だったから、で五木さんがお書きになるものを一応、まあ、押さえとかなきゃいけないと僕は思ってるから、常日頃で聞いてみたけど、まあ、よく分かったかったっていう。でそのまま通り過ぎちゃったっていう経緯があるんだけど、五木さんの向こう側にその安倍薫さんの今日のサックスがあるっていうのはものすごく意外っていうか、不思議だなっていう気がするんですけど、そうでもないですかね。うん、僕はね、めちゃくちゃだからね。だから片方には安倍薫的なものもある。またこっち側にはカムリジローがいたりするからね。それはね、まあ、意外と僕はね、そう、うん、とかね、あのディキシーランド昔聞いてたとかね。実は白夜なんだよね。安倍薫は深夜なんだよ。例えば水爆がこうブヨブヨと腐ってくような夜とかね、うん、そういうところへ一人こう入ってっちゃうみたいなさ。いや、他のいろんなことはなんか結構僕はまあ勉強もしですね、うん、理解しようとして。いや、やっぱり彼が言ったよ、さっき。今五木さんは暗いんだって。そうだ、うん、だからそれはもう本当にね、どん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 ね、やっぱりね、今の時代を見れば見るほど、やっぱりソビエトが例えば消滅して、それでわあ、共産主義のいろんなその重圧が取れてよかったとは全然思わないね、僕はね、うん、ああいう状況っていうのは。それからそのソビエトの体制があんなふうになっていってね、でアメリカ一国のね、そのなんていうの、支配力が強まるとも全然思わないし、うん、むしろそのアメリカの方が大変だろうと思うんだよ。ペレストレイカ先にやんなきゃいけない向こうなんだから。アメリカだって文化国家と言える原因はニグロがジャズを作ったからだもん。そりゃそうだ、まあ、あれなかったら単に西部劇でしょ、うん、太平洋戦争もやり、ベトナム戦争もみんな西部劇で、あれピュリッタンも、それもキリストのいないピュリッタンね。だから
つまりその阿部薫という人の音を聞いてそれに引きつけられるっていう気持ちと、うん、例えば今こんなこと言ってるじゃないですか、うん、我々のその後遺症みたいに政治の話出すけどね、うんうん、そういうものとはね必ずしもねあの全然入りはしてないんですよ。秋田さん美と言ったけども僕は例えばあの思想にも美を認める立場だからね。だからトラウマ抜きに美はやってこないしスタグマもないっていうか、うん、だから政治のスタイルだって美はあるじゃないですかね、うん、それはねやっぱり美意識を持ってないミュージシャンなんて誰もいないと思うんですよね、うん、そうあのただ政治は道徳と均衡をなかなか取らないから。いやそれを言うとね千利休の話になっちゃうんだよね。家族の肖像じゃないけど今日は市木さんいらっしゃるからねあの例の家族の肖像を思い出すんだけど映画ね、うん、一番いいと思うけどビスコンティンだけどビスコンティンは政治的ですよ。そうすると安倍薫みたいなのが出てくるわけですよ、うん、ねで台所で爆発するんだけれど死体をこう抱えていくあたりのさなんかこれから の, そのまあ音楽含めてねもう全部あらゆるその芸術のジャンルっていうのはなんかこう戦略でしかなくなってそれでいいんだと思うな。いやだからなんとなく、うん、ケネディが暗殺されたりするからそれしか言えないですよ。 GX の少年がこう心的外傷を食らっちゃうわけじゃない。謎を解けなくてさなんかそういったものがたまたま60年代に凝集してたんでね東京は。まあでも美のまたきな運動っていうのに一番的確だったような気がするな。だから彼は何もジャズ面じゃないようなところがすごくあって影がね、そうだ無数にね、うん、そこだから喋れたらいいのかもしれないけども今日はたまたまね音楽になったけれども喋れるよね、うん、その辺のことはやっぱりドストエフスキーとコルトレーン比べて論じ合ったりこう2日も3日も平気でしちゃうやつ。一晩中でもその話してたいんだけども長い長いと思ってもねやっぱり短いよねこの時間っていうのは。だから最初に一番最初僕がここで言ったのは阿部薫を語ることは不可能であると、それから語ることに意味がないと、そういうことを全部踏まえた上でねあのやっぱり我々はこう楽しみとしてさ、うん、喜びとしてさ親しい友達と集まってね、うん、自分の好きな音楽についてこういろんなことを話し合うっていうのはやっぱりこんな暗い時代には喜びの一つじゃないですか。いやだからさっきね、でもさ、はい、君ね、はい、なんかもうちょっと軽くさ優しくいこうじゃないかっていう あったじゃない。ただやっぱり考えてみるとねその阿部薫だからやっぱり3時間4時間言えるんだと思うな、うん、俺それは言えるね。あいつはね、うん、つまり人にこういうことを喋らせてもらえすごいやつだっていうかね。ああじゃあ比喩で言おう、だから映画で行こう。だから例えばブレードランナーって映画で帰ってくるじゃない地球に、ああいうやつよ、ルトガーハーバーだったりと。そうすると難しくなるんですなんだよでもやっぱり暗いっていう言葉がありますけど、いい音楽ってのはどっかやっぱり暗さは必ずありますよね。それで思うんだけど、いや必ずかな、必ずありますよ。それはでも個人的感覚じゃないかな。私必ずだとは思わない。例えばアマデウスって映画見ると安倍薫そっくりだったりするとかね、モーツァルトとかさ。その暗さってあなたも踊った時もそうだよ、うん、いやごめん暗さっておっしゃるのはね、人間の深い部分のドロッとした部分というか、業、うん、みたいなことって言うんじゃない。それは鈴木泉との激しい、うん、でも写真見るとさ、あまたそこでしゃべる。いい曲っていう、例えばね、人によって違って暗さがあるのをいい曲って思う人もいるかもしれない。そうじゃなくて自分に元気をつけてくれる曲が人によってはいい曲だったりする。もちろんそんな気がするな。個人差があると分かるって縦分けがさ、うん、私はないと思ってるから、うん、そうそう、うん、あのさ、言わせていい、言わせてもらっていい。あのね、暗さじゃないんだよね、阿部は怖さなんだよね。だからその怖さがさ、みんなその怖さを見るのが嫌だから逃げた人がたくさんいるんだよね、聞かずに。だけどさ、あれはやっぱりさ、もう覗いたらさ、人間誰の中にでもある怖さだと思うよ。でそれはまあそれはね、うん、おっしゃる通りだと思う。いろんな表現の仕方があるだろうけども、例えば僕はね、また違った意味でね、愛すべきところを見るんですよ。あ、もちろんそれはもう、ね、もちろん認めます、うん、いいあの美しさはさ、もうこれも本当言葉で言ったらね、うん、それこそもう、うん、逆に赤がいっぱいついちゃうような気がするから、うん、言いたくないけどね、うんうん、聞いてくれしか言えないけどね、うん、でもそう言いながらガヤのまま今日雄弁だよね、うん、やっぱり、ね、これだけ語らせるものがやっぱりあるってことはすごいよ、それは。それはね、やっぱり
あのエネルギーあれだけのものに出会ったのに、うん、伝える方法論を持たないっていうのはものすごく腹立たしいと思うもの、うん、だから神様の方手打ちだと思うもの。安倍川の怖さっていうかね、そのまあ音楽の怖さとか、まあそれをやっぱりこうある種若い例えば人たちを守ってるっていう部分ってあると思いますよ俺は。うん、あなたの口から怖さっていうと怖さの意味がさ違ってくるような気がするんだけどな。ただいろんな音があって、いろんなあのミュージシャンがいて、いろんな出し方がある。それを一つのジャンルにこだわらないでね、俺なんかは何でやかんやこう携わってきたんですけど、でもそれで一ついい話が持ち上がったんですけど、定築でアムール命の火よっていう去年亡くなった小谷満さんが作った曲があるんですけど、それを歌ってる通りっていう歌詞がね、小谷さん通じて親しくなったんですけど、彼女といろいろ話してるうちに陸前高田でその俺が思ってた話を喋ったらそれをやりましょうっていうことになって、スタジオやホテルやその演奏場所をできるホールまでを付帯したものを作るということになって、土地をもう買ったんですよ。そういうところまで俺はいろんな自分は本当にダメだと思ってきたんだけど、そういうなんか明るさも、見えてきたと。なんかいろんな音楽を聴いてきて俺は良かったなっていう。いや、デビューさんは昔からねそういうそのいろんな音楽っていうものをね非常にフリーにやっぱり聴いてきてる人だから、僕はあなたがインタビューしてたキム・デファン、キム・デファンか、若手の人の、あの人がさ、俺は3、5、7っていうふうに奇数を叩いていく、ジャズは4、8だけどもそれでも1を大事にするから合うんだって言ってたね。あれは面白いね。あんな話聞いてると本当に、音楽ってのは面白いなぁと思う。それからさ、キスを叩くんだよ、同郷的なパーカッショニストなんですよ。357ディスって言うんだ自分はね、昔はほら例えばその今レコードする、つまり同時代でさその1枚ずつ一緒に付き合ってきたわけでしょ、お客さんっていうか、その大衆っていうか、今ほら例えば俺のことをね二十歳になってその好きになったっていうやつがね、俺が20年やったの1日ぐらいで集められちゃうんだよねレコードが。だからいきなりで本質つかれるわけですよ、全部見られちゃうわけだから。そういう意味ではね面白いと思いますよ、だって昔はほらやっぱ同じぐらい聞くやつも同じ年でね、やるやつも同じ年で、で次いつ出すんだよとかさ1年後とかってほらそのなんか共有してたわけでしょ、でも変な話思い出したら、だからいろんな付加価値がついたわけですよそこでね、今のだからねライブ聞きに来る連中ってのはものすごくね真面目に聞きに来るんだよね。どうだよ、三上カンのねレコードを揃えると三上カンっていうのは理解できるのか。それはまあ分かんないけども、まあ、一応理屈ではそんな話じゃないですか。でも普段テレビで見てねドラマに映ったりだからなんかレポーターやったりしてる三上さんではない三上カンが音楽の中にはいるわけですよね。あの使い分けがなんかすごいなと思う。時に凄まじく、だからその NHK に出たりするのもね、その地方行ってお客さん来てくれるんじゃないかなと思って一生懸命出たのにさ、でも関係ないですもんね、上に行ったら客は同じでテレビで見て何だこんな歌歌うのって帰った人いっぱいいるぐらいでね、結局そういうねスケベ心はダメだったね。だからやっぱりミュージシャンは黙ってねライブで歌ってりゃいいというね結論ですよ。三上さん、今の面白いって説明してくれる。面白いって話説明してくれる。面白いってどういうことですか。あなたおっしゃったでしょ今レコード集めてどうもこの面白い面白い、三上館のレコードを一通り集めると三上館が理解できるか。いや、それは平岡の誤解なんだよ。理解できるって言ったらね、なんか見透かされて本質がだから見透かされてしまうような気がする。あ、だから面白いっていう言い方ですか。そうそう、何が面白いの。だって本質つかれるってのは面白いじゃないですか。だってそれは何枚集めなくたってたった一枚一枚聞いたって本質つかれるんだ。レコードじゃなくて今の質問はつまり何が面白いかでしょ。僕は何でそこで喜ぶのかってことを言ってるわけでしょ。喜ぶ、なんで面白がるのかってことでしょ。面白いっていうのは喜びではないでしょ。喜ぶ人もいるし、それは僕が面白いわけだから。あははって面白さ。いや、そういうことじゃないです。いや、喜ぶってことすれ違ってるなんか喜劇的なやつも面白いじゃないですか。すいません、いいですか。ちょっとそれはね同じ土壌で話してないから、それはそうやめよう。ちょっと同じ土壌で話してないと思います。言葉変え、ごめんなさい。いや、やめなくていいよ。感覚はちょっと違うと思うんですけどね。言葉はさ常に食い違うものなんだよ。俺ね前向きだからすぐ仕切っちゃう。話をごちゃごちゃさせる。面白いってことはね僕にとって最高の価値ですよ。
面白くないものは全然面白くないですよ。そだってすれ違いの極致っていうのは親から感動されるっていうあの感動にもつながるんだから、こういう場所でね、あの誰かが行ってまとめてみんなそうだそうだっていうふうにね、同じこと言ってたってつまらないじゃないですか。だからこれだけやっぱりさ、話がいろいろ飛び違って、まあ、パンタも面白いこと言うし、平岡さんはさ、ちょっとボルテージがこれからっていう感じなんだけども、でもね、よろしいですか、はいはい、まあ、面白い一つとっても人を捉える、うん、捉え方はみんな違うと思いますしね。表現されたものはみんなずれるの、もちろん、うん、まあ、ずれが面白いの、綺麗はしないと思いますけれどもね、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、ここでお時間の方になってしまいましたので、最後になってしまいましたが、今夜のこの安倍薫とその時代をテーマにお届けしてきたんですけれども、安倍薫さんが大事にしていたたった一人の妹さん、真知子さん、あの安倍さんは、マッコさんと呼んでいたそうなんですけれども、特別にマチコさんからメッセージをいただきました。そちらご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。私は今でも時々兄安倍薫の、私のお兄ちゃんの夢を見ます。お兄ちゃんはいつものように突然冗談を言いながら現れます。まだ私たち兄弟が幼かった頃、いつも私を笑わせてくれたお兄ちゃん、どんなに悲しい時でもお兄ちゃんがいるとケロッとしてしまう私でした。とても優しくて、喧嘩が強くて、勉強ができて、その上読書家で物知り。お兄ちゃんはいつも私のスーパーマン。学校でも生徒会長で、とっても人気者でした。そして母にとってはとてもいい息子。あの気の強いお兄ちゃんが母に口答えしたところを見たことがありません。お兄ちゃんは純粋な人ですから、何をするにも真剣になります。大きくなってからですが、ボクサーになるかミュージシャンになるか悩んだことがあります。お兄ちゃんは AB 型だから、考えることが両極端でも、結局ミュージシャンになっても体力のギリギリを使って命がけのステージをやってましたから、きっとお兄ちゃんはアルトサックスというグローブをはめてリングで戦っていたのだと思います。いい加減なことが大嫌い、そして決まりきったことやこうあらねばならないなどということとは猛烈に格闘してしまうお兄ちゃん、本当にいくつになっても喧嘩の好きなお兄ちゃんだったけれど、私には何でも話して聞かせてくれました。お酒が好きで、強いお酒を飲んでいたお兄ちゃんだったけれど、まさか病気に負けてしまうとは。お兄ちゃんが負けたのを生まれて初めて見た時が、お兄ちゃんの死んでしまった時でした。でもあの日から13年も経ったのに、お兄ちゃんのことをこんなにたくさんの人たちが語り合ってくれるなんて、やっぱりお兄ちゃんはすごい人。私はそのお兄ちゃんの妹であることを本当に誇りに思っています。皆様どうもありがとうございました。坂本真知子。はい、ということで妹さんからのね、メッセージをいただきましたが、本当にここのもう今日たっぷりね時間があると思ってたら、石井先生のおっしゃってた通り、時間もここでなくなってしまいました。ゲストの皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。参加してくださいました。ありがとうございました。遠くからどうもありがとうございました。それではここでコマーシャルです。それからですね、今回いろいろ紹介したわけなんですけれども、
レンちゃんが紹介しました本で安倍カウル覚書をお貸していただきまして、まあ、大変お世話になりましたランダムスケッチさんがですね、はい、来年2月に安倍カウル白書を出版するんだそうです。ファンの方は必読の書です。ぜひお買い求めください、はい、それからですねデューレコードさんからは安倍カウルさんの CD をお貸しいただくなど、まあ、大変ですね音の資料等で協力していただきました。どうもありがとうございました、はい、皆さんで興味がある方はねこういった CD で、まあ、今 CD しか聞くチャンスがないんですけれどもね、もう残念ながらね、まあ、今日貴重な映像などもねご紹介させていただきましたけれども、うん、興味を持たれた方はぜひこちらでということです、うん、またあの今夜はカメラマンの方々加えて今回この企画を放送するにあたりいろいろご協力をねいただきました、うん、この場を借りてなんですけれども、うん、本当にお礼申したいと思います。どうもありがとうございました。またあの番組の途中一部不適切な発言がありましたこと心よりお詫び申し上げます。さて、まあ、今年1年を締めくくる水曜プレステージ。もうね、あのまま朝までね、うん、やってもやれましたよね。朝ですよ、もう。あ、そうか。もう朝ですよ、すっかり。はい。重いなっていう気はしたんですけどね、私はジャズを知らないばっかりに、うん、そういう気はしたんですけど、まあ、音楽っていうのは音を楽しむということであれば、やっぱり個人差あっていいでしょうし、うん、あの、まあ、そうですね。安倍カウルさんという方結構寡黙な人だったということをお聞きしましたので、うんうん、あんまりおしゃべりしない人の方が後でいろんな方たちに語っていただけるんじゃないかななんて思ったんですけど、ね、自分で自分を語るなんて無理ですね、無理ですね、やっぱりやめなさい。音楽ってでもすごいやっぱり難しいよね、うん、だけど、うん、人それぞれやっぱり10人いたら恋愛みたいなもんで、うん、あの受け止め方が違うから一、ね、つの安倍カウルさんを取ったところで一人が暗いって思って受け入れなくても一、うん、人がやっぱりこの人は天才だって受け入れる人がいる、うん、そうそう、だからそこで何の接点でお話をするかっていうところが問題で、うん、今日も番組の中でねそれを本当はもうちょっと表に出したかった、ね、確かにあの番組途中でゲストの方にご指摘されましたけれどもやっぱりあのブラックミュージックをやってらっしゃる方とかそういう方も呼んでみていろんな人の立場から語ってみたかったなっていうのを今日私、うん、反省も含めてねこの場を借りてね言いたかったんですけどね。あとレンちゃんジャスメンとかもね、あの生い立ちなんかもねもう少しこう全部ご紹介したかったですね。あのね私は音楽って確かに難しいけどすごいなっていうのは、まあ、私も文章書いたりとかしてるでしょ、そうするとね言葉はね、まあ、日本語とか英語とか壁がありますけれども、うん、音はやっぱりね一つの音楽で、まあ、ワンフレーズとかでね分かるのね、うん、もうだから今日安倍さんの音聞いてねやっぱ分かる人は分かるっていうのかな、うん、いろんな意見出ましたけど、うん、それはそう思いますね、うん、それとね今日ね世代論がちょっと出たんですけども、うん、なんかあの昔はハングリーで今は拒食症かよみたいなね、うん、私はいろいろ、まあ、年代論に対して反論がありますんでね、うん、じゃあ今は東あたりとか中国あたりソビエトあたりしか、まあ、ハングリーなとこって言われてるとこしかいい音が出てこないみたいな話とかってもちらっと聞きますけどもね、うん、その辺がねうん、イラッとするとかですけどね、まあ、あのでもどんな音楽でもやっぱりその人が聴いてて暗い気分になろうと明るい気分になろうと、うん、やっぱり楽しめるその人が楽しめるものがすごいやっぱり好きな音楽だと思うから、うんうん今日やってて私はある意味で楽しかったしある意味でそうでもなかったところもある、うんうん、それはリアルタイムで聞いてなかったしやっぱり直接知らなかったっていうのがすごく敗因だったかなと思いますけれども、まあいろいろありましたけれども今年締めのプレステージどうでした？1年間ね私はもう今年でもう3年目にもう足が来年の3月で3年目になっちゃうから私は3ヶ月経ったところね、陽子さんはもう私は面白かったですよ。いろんな方いらっしゃってケンケンガクガクね、うん、プレステージならではみたいなところもありましたし ね来年もね一つこのノリで、うん、そうですね。蓮舫さんはもう時間がないということですので、はい、3人でまたこの調子でぶっ飛ばしていきたいと思いますね、うん、そうですね、ね正月の年末正月のご予定はひたすら日本の正月ですか、まあ、遊びに行きます。あいいな遊びに行く。ちゃんもちろん遊びに行きます。いいな、はい、私だけなんで明日のプレステージ木曜日ですね、はい、明日のプレステージはですねオタクが選ぶ重大ニュース。あれオタクじゃないですよ、オタク。あ、そうか、オタクが選ぶ重大ニュースをね、オタクっていうあのなんか名前のおばさんの名前じゃないですか。オタクってやめなさい。ちょっと面白いかもしれない、ね、こちらお届けしたいと思います。さて、まあ、1年間いろいろな情報をお届けしてきました水曜プレステージですが、皆さん一緒に時間を共有してくださった方本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げたいと思います。ぜひ、まあ、良い年末年始を過ごして来年1年が皆さんにとって素敵な年であることを祈りたいと思います。それでは皆さんどうぞおやすみなさい。おやすみなさい。どうぞ良いお年を。